私の名前は大鳥恵子。若い頃の私はごく平均的な一般家庭の娘だった。ところが大鳥組の長男と結婚したことで、まさかのヤクザ社会に足を踏み込んでしまった。とはいうものの、私自身は喧嘩するわけでもなく、周りにヤクザがいるというだけで何かが変わったわけではないのだが、そんな私のお楽しみはお一人様ランチを行きつけの寿司屋で食べることだった。大将、適当に見繕って握ってくれる？この店にも随分と通っているおかげで、大将は私の好みを覚えていてくれている。おかげで注文する必要もなく出てくるのだから、とても助かる。ところがのんびり食べていると、5人のヤクザが店内に入ってきた。あーやだな、5人もヤクザが入ってきた。大将断らないかな。時として思うのだが、こういう奴らが来た時に入店お断りしてくれたら、一般客は本当に安心できる。だが店側だって客を断りたくはないだろう。しかも5人ということは酒も飲むだろうし、結構な額を落としてくれるわけだ。これで帰れと言えば、今日の売り上げに大きく関わってくるだろう。ですよね、分かってますよ。だから目が合わないように食べてさっさと帰ろっと。ところがこっちがそう思っているのに、相手の方は近寄ってくるもの。よう、あんた。あんたと言われて振り向けば返事をしたことになる。ここは仕方が一番だと、私は何も聞こえないふりをした。だがそんなもので納得してくれるはずはなく、私の肩に手をかけてきたのだった。これはもう返事をするしかないじゃないか。私のことですか？ああ、あんただよ。俺のことを知らねえか？知らねえかと聞かれても、私はほぼ一般人だ。夫の組織の若い衆のことは分かっても、他の組織の顔なんて知らない。さあ、知りませんけど。いや、あんたは俺のことを知ってるんだぜ。そんなことを言われても、こんな顔は見たことがない。それともあれか、新手のナンパなのか？俺のこと知ってる？知らないか。でも今あったから、これから知り合おうよ。じゃあまずは一件なんて流れの？だが相手は見たところ幹部クラスだ。それがこんな手でナンパするだろうか。そんなことしなくても十分女なんて捕まえられるだろうし。なあ、そうか、私が美人だから。あ、そうか、そうだよね。美人だからうまくしたら付き合えるかも的な、そんな感じかな。美人は罪だな。何ニヤニヤしてんだよ。変な女だな。え、変とかそれはない。いや、何でもないけど、ナンパのつもりなのかと思って。おばさん相手にナンパはしねえや。おっと、言ってくれるじゃないか。そんなことより本当に俺のことを知らねえのか？知らないわよ、見たことないもの。ほう、そうやってしらを切ろうってことか。しらを切るだなんてとんでもない、本当に知らないんだって。いや、あんたは俺のことを知ってるはずだぜ。自信たっぷりに言ってるけど、本当に知らないのよ。俺はあんたのことを知ってるんだよ。どういうことなのか全くわからないわね。それって他人の空にってやつじゃないの？そんなことはねえな、聞いた通りなんだからよ。聞いた通りってどういうこと？俺の組員があんたに袋にされたのさ。その組員からどんな奴にやられたのかって聞いたら、髪を一つに奪えていたって言うんだ。ちょっと待ってよ、それって袋にされたから犯人を探し出して仕返ししようってこと？ああ、その通りよ。私じゃないわよ、絶対に違う。私にそんなことできるわけないんだから。なんだよ、3人もまとめて袋にしたくせに、
今になってそんなことはできねえって逃げるのかよ。逃げるんじゃなくて本当に違うから言ってるのよ。その髪を一つにしていた人って男性じゃないの？いや、女だってことだ。この界隈で女のヤクザってのはほんの数人だ。だがよ、髪の長い女で一つに結んでやがるのは俺の目の前にいるあんただけなのさ。そんな、思いっきり濡れ衣じゃない。その他にどんな人とか言ってなかったの？あとはな、化粧気のない顔。そう言うと私の顎をつかみじっと見ている。確かに私は化粧をしていない。化粧をするとシミができるからやりたくないだけで、しかるべきところに出るときにはちゃんと化粧をしている。白い T シャツにジーパン、そんなの誰だって着るわよ。青いスニーカー、これは量販店で購入したものだもの、私の他にも履いてるわよ。 T シャツとかジーパンとかスニーカーとか、そんなものを犯人の特徴に挙げられても困るわよ。それに髪の毛だって女性でロングヘアならほぼ 100% 一つに束ねてるからね。もっと絶対的な特徴で探さないと見つかるわけない。絶対的な特徴だと？そうよ。例えばほくろがあるとか傷があるとか、他の人にないようなもので探さない限りそんなの見つかるわけないし、冤罪を生むだけじゃない。本当にあんたじゃねえってのか？もちろんよ、私はヤクザじゃないんだから。その時男の一人が耳打ちした。すると男は何やら納得したらしい。これで濡れ衣は晴れたのかも。そう思った私はほっとしたのだが、そんなことはなかった。女ってのはよ、往生際の悪いもんだよな。そうやってやったことでも本当のことを言わずになかったことにするもんなんだ。なんでそうなるのよ。だからな、もっと簡単な調べ方があるって話さ。はあ？あんたが本物なら俺らくらい一人でのしちまうだろうよ。だからここであんたが本物かどうか拳で判断してやるよ。私には喧嘩はできないってば。だからそんなことされても何にもならないのよ。そうやってやりませんでしたって逃げてりゃいいさ。さすがに大橋組の若頭を前にしたら逃げるしかねえもんな。大橋組の若頭なの？ああそうだよ、俺は大橋組の若頭だ。だからどうしても犯人を捕まえねえとならねえんだよ。なんでよ。若頭だから犯人を捕まえるとか意味わかんない。部下がやられたんだからな。犯人を捕まえて袋にするのは当然のことだ。当然じゃないってば、私は関係ないんだから。ほらよ、あんたが女ヤクザなら男相手でもどうってことなくやり返すことができるだろうよ。そう言うと私の腹にパンチを入れてきた。せっかく美味しく食べていたというのに、思わず胃から飛び出しそうになった。あら、本当のことを言えよ。本当に私じゃないってば。私は一般人なんだから。とは言ったものの、夫がヤクザでも一般人なのか？これは微妙なところだ。いくらやめてくれと叫んでも、ヤクザがやってることだから誰も助けることなんてできやしない。私もこれで終わるのかもしれない。そんな思いが回った時、最後まで寿司を全部食べておけばよかったという後悔の念が浮かんだ。なんだよ、こいつ全くやり返してこねえな。俺の部下を袋にしたくせに若頭を前にしたら弱い女を演じるってか。まったく姑息な女だぜ。本当に人違いだっても。次々に殴られ蹴られした私は、なんでこんな目に遭わないとならないのかと涙が出た。その時大将が声をかけてくれた。あんたらもうやめなよ、これ以上やったら大変なことになる。今救急車を呼んだから。ふっ、大橋組の制裁なんだ、このくらいはしょうがねえだろうよ。あんたら本当にこの人で間違いはないのかい？これが人間違いだったら大変なことになるんだよ。
人間違いのはずねえだろうが。こいつこそ俺らが探していた蓮田組の女ヤクザに違いねえんだ。え、蓮田組だって？冗談じゃない。この人は大鳥組の奥さんだ。え、嘘だろ。 あんたら、今日中に日本を出ろ。このままなら命が危ない。え、嘘だろ。こいつが大鳥組の女房だとか。本当だよ。この人が大鳥の組長と来てるのはよく見ることだ。間違いはないよ。とにかく逃げないと。あんたらこそあの世に送られることになるぞ。大将がそう言ってくれたおかげで、こいつは間違いだったかと、大橋の若頭たちはさっさと金を払って店を飛び出していった。大鳥の奥さん、大丈夫かい？大将が大丈夫かと聞いてきたが、できることならもう少し早くに助けてほしかった。男に殴られるなんて生まれてこの方なかっただけに本当に痛い。こんなに痛いのにその女ヤクザとやらはよく喧嘩なんかするもんだ。そんなことを思いつつ体を丸めて痛みをこらえていると、いつの間にやら意識が薄れ、そのまま気を失ってしまったらしい。次に気がついた時には真っ白な天井と真っ白なカーテン、心配そうに覗き込む夫の姿があった。あなたもう帰ってきたの？ご飯作ってない。条件反射とは怖いもので、夫がいるからご飯を作らねばという思いになる。だが夫の方は、何言ってやがる。ここは病院だ。え？なんで病院にいるの？お前が寿司屋でヤクザに殴られたって聞いてすっ飛んできたんだ。あ、言われてみればそんなこともあったような。あったようなじゃねえや。一体どこの誰にやられたってんだよ。確か大橋組とか言ってたような。なんで大橋組がお前を殴ったりしたんだよ。私を誰かと間違えたらしいわね。女ヤクザが大橋の部下を袋にしたからきっと私だろうと思ったらしいけど。なんでお前になるんだよ。それがロングヘアを一つに結んで化粧気がなくて T シャツにジーパン履いて青いスニーカーを履いているのが犯人だからって。そんなのいくらでもいるじゃねえか。それは言ったんだけど、その女ヤクザは蓮田組の人らしくて、私をその人と思い違いしたらしいわね。私は一般人だって言ったんだけど。なんてことだよ。人違いで俺の女房を病院送りにしたのかよ。ところで私は殴られたけど命に別状はないんでしょ？ひとまずはな。それでも大事を取って検査することになったから入院が必要だ。大げさよ。検査で入院だなんて。いいから寝てろ。でもご飯作らないと。飯なんてのはどうとでもなるんだ。お前の命の方が大事だろうが。それはありがたいが、病院にいるのは暇すぎる。できることなら入院などせずに家に帰って寝ていたい。検査して何ともなければ退院できるんだ。お前の仇は俺が打ってやるから、お前はおとなしくしてろ。いいな。そこまで強く言われたのではおとなしくしているしかない。だがどうしても無念でならない。あのランチ結局半分しか食べてないのに。そこを思うと大橋の奴らがぶん殴られてもしょうがないとは思うわね。夫は私が無事だったことを確認するとすぐに病室を飛び出していったが、当の私はというと暇すぎてどうしたものかと考えていたのだった。こうして夫が幹部を集め大橋組に乗り込むこととなった。その夜、大橋組事務所の周りには黒い軍団がひしめくこととなった。軍団の手には木刀やら鉄パイプやら、夫の手にも同様に木刀が握られていた。さて
ひとまず幹部と組長である夫が中に入るかということになったとき、この騒ぎに驚いた若頭が事務所から飛び出してきた。大鳥組じゃねえか。これは一体どういうことですか。いや、若頭じゃねえか。今から乗り込むところだったのに、そっちから出てくるとはな。これだけ集まっていれば、そりゃ何事かと思って出てきますよ。こんな大人数で、まるで勝ち込みじゃないですか。ああ、ことと次第によっちゃ勝ち込みの覚悟さ。やめてくださいよ。勝ち込みなんてかけられたら、うちのような弱小組織は簡単にやられちまう。なんでこんなことになってるんですか。理由を熟知しているはずの若頭は、そう言ってポーカーフェイスを崩さなかった。俺の嫁が大橋組にボコボコにされたのさ。あんただってわかってるだろうよ。まさか、そんなこと知るはずない。というか、うちの奴らが大鳥組の奥さんにそんなことをするはずがないですよ。何かの間違いじゃないですか。いや、女房が殴られていた時に大橋組だと名乗ったってんだ。こいつは間違いないだろうよ。一体誰がやったんだ。さあ、大橋の若頭は昼間の件だということは分かっても、自分がやったなどと間違っても言えないと思った。そんなことが分かったら本当に命まで取られかねない。間違いでやったことなのだから、これは黙っているに越したことはないと何も言わずにいたわけだ。だが夫はそんなものに惑わされたりはしなかった。おかしいじゃねえか。大橋の誰かがやったことに間違いはねえんだ。それなのにあんたはそれを知らねえなんてのはよ。下っ端がやったことだとしたら、俺に話が上がってねえだけかもしれねえや。そうかい。若頭のあんたが知らないとしても、組長は知ってるんじゃねえのか。組長。ああ、組長はどこにいるんだ。事務所か。いや、組長はもう家に帰った。家に帰っただと。ああ、いや、あ、確か、よその組の組長クラスと会談だったかな。適当かよ。いや、そういうわけじゃ、詳しいことを聞いてねえから、わからねえだけさ。こんなところで組長を呼ばれたのでは、自分がやったことを言わないわけにはいかなくなる。若頭は何とか組長に言わずに済ませ、この騒ぎを鎮めなければと思ったらしい。本当に組長はいねえのかよ。なあ、その通りだ。なあ、組長はいねえよな。若頭が他の幹部に言うが、これが嘘だと分かっていても組長を出せば面倒なことになりそうだと思った幹部連中は、若頭の言う通りにうなずくことにした。ほら、みんないないって言ってるじゃねえか。だからいないのさ。ほっとした若頭は胸を張ってそう言った。そうかい。だったら幹部連中に聞くが、俺の女房が組員の誰かに袋にされたんだ。そいつはどこのドイツなのか、あんたらにわかるか。幹部たちは顔を見合わせた。幹部の中には、昼間に若頭が私をぶん殴った現場に居合わせた奴もいるのだから知らないはずはない。だがここで、知ってます、若頭がやりましたなんて言えば、後で自分が袋にされてしまうばかりか、組が潰されることになるのだ。言えるはずはなかった。おかげでみんな首を左右に振ったのだった。本当なんだろうな。これが嘘だったら後で後悔することになるぞ。嫌ですよ、大鳥さん。俺も幹部も嘘なんてつきませんって。大鳥さんの奥さんが痛い思いをしたんだ。できれば犯人を見つけ出して袋にしてやりたいところですが、相手がわからないんじゃどうしようもありませんよ。ほう、そうかい。だったらひとまずは引くとしよう。だが調べて必ず犯人を突き止めるからな。犯人が分かった時は大鳥組に引き渡してもらう。ああ、分かりました。大丈夫です。
犯人が明らかになった時にはちゃんとそいつを引き渡しますので。よし、いいだろう。ところで若頭さんよ、あんたの顔色がだいぶ悪いようだが、なんかの病気なのか。さっきからだいぶ汗をかいているように見えるんだが。いや、今日は体調が優れないもんで、ずっとこんな調子なんですよ。そうかい。体には気をつけることだな。大鳥が犯人を特定するまで、その体を大事にしておいてくれねえと困ることになるかもしれねえや。え？なんで？いや、犯人を引き渡すときに、今のことを分かってる奴がいねえと、話がややこしくなるからよ。そうだろ？そうですね。大橋の若頭は乾いた笑いを浮かべると、こっちでも犯人を探しますので。と、いかにも大鳥組の味方かでもあるように言ったのだった。ああ、頼んだぜ。必ず見つけて大鳥の制裁を苦労してやれ。そう言って撤収していった大鳥組だったが、夫らがいなくなると大橋の若頭はへたり込んでしまった。やばい、きっと俺がやったことはうすうす分かってるんだ。これで俺が犯人だと分かったら、きっと大鳥の組長は俺を許すことはしないはずだ。そうなったら俺は捕まってボコボコにされて、しまいにはあの世行きになっちまう。どうしよう、どうしたらいいんだ。しばらく考え込んでいた若頭だったが、このままでは大変なことになると思い、逃げることに決めたのだった。俺は隠れることにするからよ。組長には海外に行ったと伝えてくれ。それと大鳥の奴らが来ても俺がやったなんて言うんじゃねえぞ。若頭はそう言うと、早速家に帰り渡航の準備に入ったのだった。犯人を特定するための近道は、その現場を見ていた寿司屋の大将に聞くことだ。そう思った夫は寿司屋へ行った。すると大将は大橋組の若頭だと証言した。自分から若頭だとは言いませんですがね、よくいらしてくれてますし、来るたびに部下の人も一緒ですから、部下さんたちは若頭って呼んでますから間違いはありませんよ。そうかい、やっぱりあいつか。だが奴はすっとぼけてやがったな。青いになったんですか。ああ、ついさっき大橋組の事務所に行ったところだ。おかしいですね。日本を出るようなことを言っていたんですが。なんだと。さすがに大鳥の奥さんをやったんですから、日本にいたら危ないでしょ。なるほどな、わかったぜ。おい野郎ども、あの野郎は高飛びするつもりだ。空港や港を張って何が何でも連れてこい。夫がそう言うと、組員はすぐに行動を起こし、全員で空港、駅、港へと散っていった。そうして待つこと数時間、大橋の若頭が大鳥組の事務所に連行されてきたのだった。いや、大橋さんよ、どこに行くつもりだったんだ。空港にいたって話じゃねえか。今日から旅行に行く予定だったもんで。俺は犯人が分かったら、話の通じるあんたがいてくれねえと困る。そう言ったはずだが。それは、幹部連中でも大丈夫かと。そうはいかねえよな。なんせ一番分かってるのはあんたのようだしよ。そんなことはないかと。おいおい、いつまでしらばっくれてるつもりだ。こっちは犯人が特定できたから、こうしてあんたに来てもらったんだぜ。犯人の特定ですか。ああ、その通りだ。さあ、誰が俺の女房をやったのか、白状してもらおうか。俺は知りませんよ。そうかい。だったらしょうがねえや。白状したくなるように、その体を痛めつけるしかなさそうだな。やめてくれ、本当に知らねえんだ。
知らねえことはねえだろうよ。現場を見ていた寿司屋の大将が教えてくれたんだからよ。大将が？ああその通りよ。さすがに高飛びすることまでは知らなかったらしいが、日本を出るってことを考えているだろうってよ。いい情報をもらっちまったのさ。あの野郎、余計なことを。悪いことはできねえよな。あの時は俺の他に幹部もいたんだ。俺は殴ったりはしてねえや。やったのは幹部なんだから。そうかい。だったら幹部の誰がやったのか、その名前を聞こうじゃねえか。佐藤。佐藤だ。本当なんだろうな。俺の女房に面倒ししても問題はねえんだろうな。いや、佐藤だったかな。適当なこと言ってんじゃねえぞ。覚えてないんだよ。本当に覚えてないんだ。あの時は5人いたんだから。そうかい。おい、こいつを叩きのめせ。言いたくなったら聞いてやるからよ。やめてくれ。俺を殴ったら組長が黙っちゃいねえぞ。そいつは面白いや。黙っちゃいねえなら喋ってもらえばいいことさ。この大鳥組に勝てると思うならな。幹部が木刀で叩き出すと、若頭は痛い痛いと叫び出した。何発もの木刀が体を打ち続けると、若頭はあっけなく喋り出した。すいません、本当のことを言います。どうか許してください。痛いのは弱いんですよ。やめてください。ずいぶん簡単に吐くじゃねえか。さて、誰がやったのか言ってもらおうか。俺です。俺がやりました。やっぱりてめえかよ。ったく、面倒かけやがって。それでどうして俺の女房を襲いやがった。それが人間違いでした。人間違いだと？ハスタ組の女ヤクザに俺の部下が袋にされたんだ。だからやり返さないわけにはいかなかったんだ。ハスタ組だと？てめえ、ハスタ組の女ヤクザと言ったらおかちめんこじゃねえか。俺の女房とはまるで違うぞ。知らねえよ。顔なんて見たことがねえんだ。それでどうしてハスタの女ヤクザがてめえの部下をやったんだ？知らねえ。どうしてなのかわからねえが、やられたらやり返さねえとは。理由もわからずにやったのかよ。どうしようもねえな。そこで夫はハスタ組の女ヤクザに電話をかけた。すると大橋組の組員がハスタの女ヤクザを数人で襲ったことが判明した。どうして襲われたのかと聞くと、手ごめにしようとしたらしい。いくら同業者だと言っても強がっていると思い込んだ大橋組の連中は、何とかして連れて行こうとしたという。そこで面倒になって袋にしたということだった。ってことだ。あのおかちめんこが欲しかったんだって。はどういう趣味してんのか知らねえが、手ごめにしようとしたから返り討ちにあっただけのことじゃねえか。つまりは大橋組に非があるってことだ。そんな、バカな。いくらおかちめんこでも女だからな。ああいうのが趣味の男もいるだろうが、だからって俺の女房を標的にするってのは話が違いすぎら。すいません、確かにその通りでした。俺の女房は亭主の俺がヤクザというだけで、女房自身は一般人と変わらねえや。喧嘩なんかしたこともねえのに、あんなにボコボコにされたんだぞ。どうしてくれんだよ。すいません、本当に勘違いなんです。勘違いだって言うならどうしてさっき謝らなかった。あの時本当のこと言ったらそれこそどんな目に遭うか、そう思ったら言えなかったんです。なるほどな。やられるのが怖くて言えなかったか。なんて野郎だよ。だがな、女房は怖くてもやられたんだよ。お前らにな、病院送りにされるほどやられたわけだよ。あのまま大将が止めてくれなかったら命だって危なかったんだ。これは許せることじゃねえぞ。そうなんですが、ここは何とぞ穏便に。穏便にだと？俺の女房がやめてくれと言ってやめたのかよ。穏便にと言われて穏便にすることができたのかよ。
それは、まあ、しなかったと思いますが、あの時は絶対に部下をやられたと思い込んでましたから。でも今はそうは思っていませんし、今なら話し合いで済むかと。何せ部下を思ってのことですし。勝手なこと言ってんじゃねえや。俺の女房を人間違いで袋にしました。ごめんなさいで済むかよ。夫は木刀を取ると若頭に打ちつけていった。若頭は助けてくれと懇願するが、夫はかなり頭に来ていたらしい。だがさすがにこれ以上はまずいと思った幹部が止めに入ると、息を荒げた夫の手が止まり、木刀を放り投げた。すいません、本当にすいません。どうか勘弁してください。もう体中が痛くてしょうがないんです。本当に後悔していますから。両手を合わせ拝み倒した。そうかい、だったらお前の組長に聞いてやろうじゃねえか。何を黙ってら。そう言った夫は大橋の組長に電話をかけ、ことの次第を話して聞かせた。そしてどう蹴りをつけてくれるのかと聞いたのだ。すると組長は、いくら息子とは言ってもやったことはどうにもならない、好きにしてくれて構わないということだった。好きにしていいってよ。好きにって。だから選択させてやるよ。何を。何をじゃねえよ、選ばせてやるって言ってるんだよ。てめえの命でけじめをつけるのか、それとも金を払うか。命か金かと聞かれれば、そりゃ金で。なるほどな、命の方が楽だってか。いやいや違う、金にしてくれ。1億でも2億でも払うから、金でケリを。よーくわかったぜ。そんなに命でケリをつけたいなら、そのようにしてやるからよ。そんなこと言ってねえってば。よし、もう一度選ばせてやろう。選ばせてくれても結果言った通りじゃねえだろうがよ。海がいいか山がいいか。夏だしな、海の方がいいか。海って言ったらどうなるんだよ、ドラム缶か。そんなに生優しいと思うか。日本海のど真ん中で穴の開いた浮き輪をくれてやるから、命がけで泳ぐんだな。泳げなかったら海底深くに沈むだけだ。うけ、いや山がいい、山にしてくれ。そうかい、山がいいか。だったら誰も来ねえような山の中に埋めてやるさ。そこで顔だけ出しておいてやるからよ。もがいてもがいて這い出してみろ。それで出てくることができたら、その時は許してやるさ。無理だろうが、そんなのどうやったって。根性だよ根性。それとも頭まですっぽりと土をかぶせてやるか。俺はどっちでもいいぜ。首は出してください。よし、俺は優しいからよ。山奥にこいつを連れて行って、しっかり土に埋もれさせてやれ。二度と這い出してこれねえくらいにガチガチに埋めてこい。できれば柔らかく埋めてもらいたいんですが、じゃないと這い出してこれねえと思いますんで。どこまで甘いんだよ。海にしても山にしても、てめえが行き着くところはあの世なんだから、どんな埋め方しようと関係ねえだろうが。土の中でいろんな虫に食われて最後の時を楽しみやがれ。え、やだ、助けてくれ。それなら海の方がまだマシじゃねえかよ。病院のベッドの上で目が覚めると、ベッドの脇には夫が私の手を握って座っていた。その手の中にはお守りが入っていた。あなた？おお、目が覚めたか。どうしたの？鎮痛な面持ちだけど。私は大丈夫なはずでしょ？ああ、大丈夫だ。でもよ、寝てる顔がな、俺の知ってる顔じゃなかったから、なんだか心配になっちまったのさ。
嬉しいわね。こんなに心配されるなら、たまには痛い思いもするものだわ。バカ言ってんじゃねえよ。どうやら夫は心底私のことを心配してくれていたようだ。もうこんなことはねえからな。あの野郎は一週間と生きちゃいられねえからよ。一体何があったのかと思い話を聞いてみると、案外えぐい話だった。さすがヤクザ、やることがすごい。当たり前だ、俺の女房に手出ししたんだからよ。そういう夫の目は濡れているように見えた。泣いてた？泣いてなんかいるかよ。ただお前にもしものことがあったらって思ったら、なんかよ、俺は生きていけねえんだなと思ってな。やっぱりたまにはこういうことがあった方がいい。あなたがそこまで私のことを思ってくれてることがわかるんだもの。お前はどんな時でも前向きだよな。そうかしらね。そう言った私は手に握られていたお守りを目にした。お守りを買ってきてくれたの？ああ、神頼みだ。だがそれを見た私は笑ってしまった。ねえ、これって安産祈願よ。今から子供を産もうっていうの？ああ、焦ってたからだな。まったくしょうがないわね。心配ばかりで暗くなっていた夫の顔が明るく笑い、私はそんな夫を愛おしいと思うのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は大橋ひかる、25歳。地味で目立たない普通のサラリーマンだ。はぁ、今日も朝から晩まで仕事、超疲れた。玄関の扉を開けながらボソッとそうつぶやく俺。すぐにテレビをつけソファーに身を投げる。ったく、高校時には家に帰らない日も多々あったっていうのに、今では家に帰るのを心待ちにしてるからな。ま、あの時は母さんと妹から愚痴の吐け口にされてて辛かったのもあるけど。お兄ちゃんなんか大っ嫌い。お兄ちゃんなんてどうしようもない役立たずだ。もう二度と私の前に姿を現さないで。当時のことを思い出しながら、俺は冷蔵庫に手を伸ばす。ああ、これこれ、星見が作り置きしていってくれたやつ。マジで最高の彼女、大好きだ。高校を卒業して、就職してからは、実家とは疎遠になっている。そんな俺の心を支えてくれているのは、彼女の星見だ。ああ、うめえ。星見、料理うまいな。俺は、はーっと大きな息を漏らしたのだった。あれ、これって、暦の結婚式の招待状？ある日、いつも通りに仕事を終えて、自宅に戻ると、ポストに封筒が入っているのが目に入った。マジか。母さんが亡くなってから、6年以上疎遠だったのに、まさか招待されるなんて。あいつ何考えてるんだ。俺は内心驚きながらも出席の方に丸をつける。そして複雑な気分でその足でポストに投函しに行ったのだった。そして3ヶ月後、結婚式当日、俺は案内状に記載されていた場所について一人で唖然としていた。ここってやたら大きな家だと思ったら小西組じゃね？
地元で有名なヤクザの。ふと周囲を見回すと、周りにいるのはいかつい男たちばかり。今日の結婚式、嫁さん初披露だろ？次期若頭の佐藤さんが選んだんだ。どんな美人だろうな。いや、楽しみだね。で、マジか。暦の結婚相手って次期若頭ヤクザなのか？若頭ってあれだよな。確か偉い人。そんなすごい人の嫁って大丈夫なのか、あいつ。俺は少しビビるが、深呼吸をして敷地内に足を踏み入れた。いやー、しかし結婚式を家でやるとは古風というか、さすがヤクザというか、一般家庭じゃこうはできないからな。玄関先で受付を済ませ、受付で案内された待合室へと向かう。ん？あれ？そしてその道中で綺麗に化粧を施したやけに目を引く女性とすれ違う。で、え？星見？星見じゃん。なんでこんなところに？え？光？やば。なんでここにいるのよ。やばいって何がやばいんだ？俺はこんなところでまで会えて嬉しいけど。いや、そうじゃなくて、まあいいや。っていうか、さらっと恥ずかしいこと言わないで。ごめんごめん、つい。その女性はまさかの彼女である小西星見だった。彼女は頭をかきながら言いよどむも、すぐにパッと笑顔を浮かべる。実はさ、今日友人が結婚するって言うから来たんだよね。驚かせちゃったね。ヤクザの友達がいるとは思わなかったでしょう。っていうか、私も驚いたけど。なあ、世間って狭いよ。まさか星見にヤクザの知り合いがいるなんてびっくり。あ、だよね。っていうか、ヒカルは誰の招待で来たの？ああ、俺は妹、新婦なんだよ。え？妹？星見は俺の言葉に驚いた表情を見せた。俺はそんな彼女に笑いかける。だいぶ疎遠だった妹だったから、まさか招待されるとは思ってなかったんだけどね。ヒカルの口からあんまり妹さんの話を聞いたことなかったくらいだもんね。そうそう、俺妹にめちゃめちゃ嫌われてるから。ヒカル。大丈夫だって。さ、そろそろ会場に入れるんじゃないか。行こうぜ。うん。そして俺たちがそれぞれ席に着き、しばらくすると結婚式が始まった。俺と星見は違うテーブルに通され、俺はまたもやアウェー感に包まれる。いやー、しかしやっぱりヤクザに囲まれるのは少し怖いな。暦、これからこの人たちに囲まれて生活していくのか。俺はちらっと遠くの席に座っている星見に目線を移す。あそこって親族とかそんな感じの席じゃないか。新郎新婦に近いし、そんなに親しい友人なのかな。星見は楽しそうに周囲の人たちと話をしている。俺はそれを見て彼女のコミュ力に脱帽したのだった。そして新郎新婦が会場に入場してきた。わあ、佐藤さんかっけー。神父さんもめっちゃ美人じゃん。ヒューヒュー、佐藤さんやるわ。おめでとうございます。拍手と同時に若手のヤクザたちの冷やかしと祝いの声が周囲に響く。暦、大きくなったな。最後に会ったのなんてあいつが高校生の頃だったのに。いや、しかし次期若頭だって言うからどんな人かと思ったけど、案外優しそうな人だな。穏やかそうだし、暦、いい人を見つけたんじゃないか。俺は一人拍手しながらそうつぶやく。
そしてそれから結婚式はつつがなく進行された。俺は特に誰とも話すことはなく、ただひたすら料理だけを食べていた。今日お集まりの皆様、ここで私の方から今日出席している兄に向けて手紙を読ませていただきます。お兄ちゃん、どうぞ前へ。黙々と料理を食べ続けていた俺は、暦のその声で我に返った。は？手紙？俺にって、暦が？マジで？ふと暦に目を移すと、彼女はにっこりと貼り付けたような笑みを顔に浮かべている。はい、今行きます。促されるまま新郎新婦の元へ行く俺。そして暦は俺の顔をじっと見た後に口を開いたのだった。お兄ちゃんへ。お兄ちゃんは小さな頃、私をいつも助けてくれました。勉強も運動もできるし、優しい。そんな自慢のお兄ちゃんだったことを今でも覚えています。暦。勉強を教えてくれたり、鉄棒で逆上がりの練習をできるまで付き合ってくれたり、面倒見も良かったよね。感動的な内容から始まった暦の手紙。しかしその内容は次第に怪しくなっていく。でもお兄ちゃんは高校生になった頃から次第に家に帰ってこなくなりました。家に帰りたくないから友達の家に泊まるっていう言葉、私は何回聞いたかわかりません。小読みの言葉にざわめく周囲のヤクザたち。しかし彼女は構わず言葉を続ける。高校を卒業するとき、お兄ちゃんは私とお母さんを置いて家を出て行ってしまいました。それからお母さんが亡くなるまで、お兄ちゃんは家に帰ってこようともしなかったよね。私はそんなお兄ちゃんが大嫌いでした。小読み、お前。どうしたの、お兄ちゃん。さっきから上手に喋れてないよ。本当のことだからかな。小読みさん、さすがに言い過ぎです。そうですよ。それに今は結婚式という場なんですから。さすがに小読みを止めようとするヤクザたち。しかし彼女は自分の方に伸びてくるヤクザたちの腕をバシンと叩く。そして小読みは勝ち誇ったような表情で俺に口を開いたのだった。無能なチンピラで救いようのない兄ですが、どなたかもらってください。どうせこんな地味男を好きになる女もいないと思いますので。小読み、お前。小読みさん。俺だけでなく周囲のヤクザたちも小読みの言葉に大きなため息をついたのが分かった。お前のやりたかったことはこれか。俺はそれに加え結婚式だということを忘れて、ついつい頭を抱え込んでしまう。うわあ、俺やっぱお前の結婚式なんて来るんじゃなかった。もうなんか最悪の気分だよ。こんなので最悪とか、お兄ちゃん甘ったれ根性がすごいわね。まったく、どんな顔して今日結婚式に来るかと思えば、兄貴ぶって平然とした顔をしてきやがって。少しは小さくなってきなさいよ。ほんと、やばいやつよ、あんたは。別に俺、平然とした顔で来たわけじゃ。うるさい、うるさい、黙りなさいよ。あんたなんか、ヤクザたちに海に沈められちゃえばいい。小読み、お前。急に恐ろしくなった俺は、こわごわと周囲の様子を見回した。どんな怖い顔で俺を見ているのかと思いきや、ゲストで参加した全ヤクザが一斉に顔面蒼白になっていた。は？どういうこと？意味わからん。こういう時って俺悪者として捕まえられるんじゃないの？予想外の周囲の反応に
俺はひどく混乱する。小読みにとってもこの反応は予想外だったようで、苦笑いを浮かべていたのだった。何よこの反応。何よって、お前予想していなかったのか。うるさいわね、黙ってなさいこのグズ。おいおい勘弁してくれよ。小読みはひどくイラついているようだった。彼女は空気を変えるためか、さらに大声を出す。お兄ちゃんは私にとって恥ずかしい存在なの。今日ここに呼んだのもみんなの前で恥をかかせるため。これに懲りたら今日を境にもう二度と私の前に現れないで。何があっても絶対にお兄ちゃんなんか助けないから、一人でどこかで倒れてしまえ。俺そんなにお前に嫌われてるのか。当たり前じゃないのよ。結婚式の招待状の返事が返ってきた時にはびっくりしたんだから。ああ生きていたんだなーって、ずぶといやつだなーって。俺は小読みの言葉にショックを受ける。確かに俺はひどいことをしていたと思うよ。だけど結婚式なんていう大事な時にわざわざ雰囲気をぶち壊すことをしなくてもいいじゃないか。なんですって。小読みは俺に向かって手を振り上げてきた。俺を殴ること以外何も考えていなさそうなその表情に俺は思わず怯えてしまう。ざけんな、いい加減にしろよこのクソ女。何を。その時突如として会場中に響いた女性の声。聞き覚えのある声に俺は思わず振り返る。星見、さっきから黙って聞いていればダラダラと光のことを悪く言いやがって。よくもまあ人が強く出れない場面を選んだわよね。ほんと小悪だわ。何あいつ。星見はずかずかと俺たちの方に歩いてくる。お嬢。お嬢。やべ。星見の姿を見て今まで黙っていた新郎がボソッと口を開いた。しかし彼は俺の発言に慌てて口を塞ぐ。あんたね、さっきから好き勝手言っている相手、私の彼氏だから。いくら妹だとしても私の大事な人をこれ以上言うのは絶対に許さない。謝りなさいこのアホ女。なんなのよこいつ。星見の言葉に小読みはひどく動揺しているようだった。無理もないだろう。星見は一見すると穏やかで優しそうな女性。優しい人が怒ると怖いとはよく言ったものだ。まあそういう俺も星見の怒り具合に非常に驚いているんだが。は？お兄ちゃんの彼女ですって？そうだけど悪いかしら。ま、別にあんたに何言われようが私は光と別れるつもりなんてないけど。こんな野郎。残念、私は女なんで野郎ではないんですよ。うっざ。ゲストたちの前で小読みと星見は睨み合う。それをさすがに止めようとした時、小読みが金切り声を上げたのだった。なんなのよあんた、結婚式をぶち壊しているっていう自覚あるわけ？今日は私が主人公なの。だから何をしても言っても許されるの。あんたはただ私を持ち上げていればいいのよ。なんなのよ、ただのゲストのくせに。次の瞬間だった。パチンという弾けるような音が周囲に響いたのだ。もういい加減にしよう。嵐？なんで？その音は新郎である佐藤嵐が小読みの頬を叩いた音だった。突然の出来事にそばで見ていた俺たちだけでなく会場中がシーンとなる。いいか小読み、この人は小西組のお嬢である小西星見さんだ。いくら今日の主役がお前だといえど、お嬢に失礼な態度を取ることを許すことはできない。俺の嫁になる、いやヤクザに嫁ぐということは上下関係を大事にしてもらわないと困る。
お前のことはもちろん大事だが、お嬢のことは別の意味でそれ以上に大事なんだ。だからって殴る必要ないじゃない。あれだけヒートアップしていたんだ。言葉だけじゃわからないだろう。それにお前、お嬢が結婚式をぶち壊したとかなんとか言っていたが、そもそも変な手紙でぶち壊したのはお前だからな。ひどい。小読みは泣きながらそう言うと、会場から走って出て行ってしまったのだった。おい小読み。嵐もその後を追いかけたことで、会場内の人々はあっけに取られる。まあこういうことなので大変申し訳ありませんが、食事が終わったら お開きにしましょうか。焦ったように相場を取りなす司会のヤクザ。周囲のゲストたちはその言葉に苦笑いを漏らしたのだった。ああもうどうしよう。っていうか、星見には何て言ったらいいのか。ありがとうか、ごめんか。もういいって、何回同じ話をしてるのよ。いやだってさ、光は悪くないじゃん。むしろ人前であんなことを言われてよく我慢した方だと思うよ。っていうか、嵐が殴らなかったら私が殴ってたよ。ごめん、光の妹相手にこんなこと言って。いやいいって、それはその通りだと思う。俺と星見は結婚式が終わった後、小西組の近くにある星見のアパートに来ていた。それに私こそごめん、友達の結婚式だから来たとか言ってごまかしちゃって。まあ確かに嵐は仲いいんだけどさ。ああ星見がお嬢だってこと。そうだけどやだ、光にはお嬢なんて呼ばれたくない。珍しく可愛い反応を見せてくる星見。そんな彼女に俺は思わず笑ってしまう。実はね、私組長の娘なの。うん。そして星見は俺にコーヒーを出し説明を始めた。ごめん、いつか言おうと思っていたんだけど、ずっとなかなか言えなくて、嫌われてもしょうがないと思ってる。さっきは私光と別れる気ないなんて大々的に言ったけど、あれは私の気持ちだから無理しないで。星見、私ね、就職をしてからあまり実家に帰っていなかったの。だけど変わらず仲良くしてくれたうちの一人が嵐くんでね、そんな彼が結婚するだなんて言うもんだから今日も張り切っちゃって。まあまさか新婦の小由美さんが光の妹とは思いもしなかったけど。星見の表情は終始真剣だった。俺はそれを見て彼女の言うことに嘘はないと確証を得る。星見の言うことはよくわかった。でも俺も別れないよ。小西組組長の娘だっていうことも受け入れる。星見が大好きだから、将来のことだってちゃんと考えてるし。光る。かっこ悪い。こら、せっかくいいことを言ったんだぞ。俺の言葉に星見は優しく笑った。俺たちの間に和やかな雰囲気が流れたところで、俺は気になっていたことを星見に聞いてみる。なあ、星見、それはそうと、組の皆さん、俺のことを知っている感じだったけど、なんでなんだ？星見が私の彼氏って言う前から、あの人たち顔色が良くなかった気がしたんだ。それは…俺の言葉に星見は言いよどむ。俺は星見の次の言葉を待つ。するとちょうどその時、星見の部屋のインターホンが鳴ったのだった。誰だろう？光？その話はまた後でね。星見はこれ幸いとばかりに玄関の方へ小走りで行く。そしてモニターを見た彼女は、驚いた声を上げた。どうした？いや、訪ねてきたのが嵐くんと小由美さんだったからつい。嵐さんと小由美、
またなんで？さあ。俺と星見は顔を見合わせた後、玄関の扉を開ける。今日は俺たちの結婚式に来ていただき、大変ありがとうございました。それなのに不快な思いをさせてしまって、大変申し訳ありません。どうしても謝りたくて、組のみんなにお嬢たちの行き先を聞いて、ここまで来てしまいました。隣に立つ小由美の肩を支えながら、真っ赤な目でこちらを見てくる小由美。あんな公共の場で恥をかかせるような真似をしてしまい、決して許されるとは思っていません。ですが、できれば俺はお兄さんやお嬢とこれからも関係を続けていきたい。そう言いながら玄関先で土下座をする嵐。しかし当の小由美はというと、決して謝る素振りは見せない。むすっとした表情のままだ。なんだ小由美、お前は旦那にすべてなすりつけるつもりか。今は、というか今後も顔を見たくない。お前の言う通り、もう今後一切関わる気はないから立ち去ってくれ。そんな。あの優しい光がここまで言うなんて。俺の言葉に嵐は悔しそうな悲しそうな表情を浮かべた。しかし負けずに彼は俺に言い返す。本当はあの場で小由美のことを止めるのはお嬢ではなく俺でなくてはいけなかったんです。許されなくて当然だと思います。はあ、分かったよ。分かったから頭を上げろ。お兄さん。俺はずっと地面に頭をこすり続ける嵐を見てため息をついた。そしてついに根負けをしてしまう。なあ星見、ここで話をするのもなんだから上がってもらっても大丈夫かな。ええ、私はいいけど、光は大丈夫？ああ、ちゃんと話をしなくちゃ何も変わらないからな。そして小由美と嵐は家に上がった。ペコペコと腰が低い嵐に変わり、小由美は納得いっていない顔をしている。なあ小由美、旦那の陰に隠れてふてくされているだけじゃ何も解決しないぞ。お前ももう結婚したいい大人なんだ。自分のやった責任くらい自分で取りなさい。くそ偉そうに。あんたね。すみません王女。お兄さん、許してやってください。なんで何も謝らない相手を許さなきゃなんないのよ。あーもう全くもう。嵐は自分の頭をガシガシと書いた。そして再び部屋の中で土下座をする。もういいじゃん。何やってんの嵐。こんな人たちと分かり合えないって謝り損になるよ。やめなよ。何言ってんだよ小由美、お前も謝るに決まってるじゃん。やだよ、私悪いことしてないもん。そもそも謝るのはお兄ちゃんたちの方だもん。嵐を見下ろしながらそう冷たい声で言い放つ小由美。俺と星見は思わず二人揃ってため息をついたのだった。光、私ちょっとしか小由美さんのこと聞いたことなかったけど、昔からこんな感じの子なの？なんていうか頑固というか。そして星見が俺にそう小さな声で耳打ちをしてくる。俺が最後に会ったのは小由美が高校1年生の頃だからな。その時は別にここまでじゃなかったけど。けど？あ、いや、小由美がこうなったのは俺の責任もあるのかなってちょっと思っただけだよ。ひそひそと会話を続ける俺と星見。小由美はそんな俺たちを見て眉の間にシワを寄せる。っていうかさ、お兄ちゃんってこんなに意地悪だったっけ？もしかしてその女と付き合うようになってから性格悪くなったんじゃないの？はあ？小由美の言葉に自分でも驚くほどの低い声が出てしまう俺。彼女は俺の低い声を聞き、ビクッと体を震わせたのだった。おい、いくらなんでもこれ以上星見を見下す発言をしたら許さないぞ。何よ、お兄ちゃんのくせに。もしこれ以上言うなら
俺はお前の兄なんていう肩書きは捨ててやるよ。マジいらねえ。こんな恥さらしな妹。何それ、ひどすぎるよ。ひどすぎるのはどっちよ。次の瞬間、星見の平手が小弓に届いていた。突然のビンタに口を開けたまま閉じれない小弓。そして次第に彼女の目からは大粒の涙がボロボロとこぼれ出す。ああ、もう、せっかく我慢していたのに殴っちゃったじゃない。私、絶対殴らないって決めていたのに。ごめん、光。妹殴っちゃって。いや、これは小弓が悪い。気にするな。うん、そうするけど。星見は小さくそうつぶやいた後に大きく深呼吸をした。そして、小弓に向かって大きな声で怒鳴る。あんたね、結婚式の時から思っていたけど、すんごく性格悪いわ。正直、私はあんたと光の過去のことなんて知らないよ。だけど、結婚式に招待された他のゲストたちにそれって関係ある?関係ないよね。せっかくおしゃれしてお金包んで来てくれたのに、そんな場であんな手紙を読むことがどういうことか考えなかった?もし恨みがあって復讐したいんなら時と場を考えなさいよ。だってどうしても恥をかかせたくて。だってじゃないの、子供か。あんたがやったことは嵐くんの一生に一度の結婚式をぶち壊したことにもなるんだよ。あんた嵐くんが大事じゃないの、好きなんじゃないの。そんな人によくもまああんなことができたよ。うるさい、うるさい。あんたまだ駄々をこねるか。星見はそう言って小弓に向けて再度拳を向けた。しかし俺はその腕をガッと掴む。やめよう星見、お前人を殴るのとか好きじゃないだろ。いいよ、これ以上頑張って手を出さなくて。なっ、くそ兄貴、妹より彼女かよ、最低だなお前は。当たり前だ、星見は今の俺を支えてくれる大事な人だからな。遠くの親戚より近くの他人って言うだろ。まあ星見は俺にとって他人ではないが。ありがとう光。俺と星見が顔を見合わせて笑う。しかしそんな俺たちが面白くなかったのか、小弓は俺につかみかかってきたのだ。なあ小弓、もうやめよう、やめようよ。俺たち今日結婚式だったんだぜ。幸せなはずの一日じゃん。こんなんなるなんて思わないじゃん。しかしそんな小弓を嵐が後ろから抱きついて止める。嵐の声はこれ以上ないほど震えていた。それに小弓言ってたじゃん、お兄ちゃんに祝ってもらいたかったって。素直になろうよ。嵐の優しい言葉に大きな声で泣き出す小弓。彼女はそのまま床にまで崩れ落ちたのだった。二人とも今日はごめん。俺たち兄弟のことで多大なる迷惑をかけました。ごめんなさい。しばらくして小弓が落ち着いた後、俺は嵐と星見に事情を説明していた。実は俺、高校時代、確かに母さんと小弓を置いて友達の家に入り浸っていたよ。うち、父さんが亡くなってから母子家庭だったからさ。だからか、男の俺に女性陣からの集中攻撃があってさ。マジで家に居場所がなくて辛かった。光る。就職して家を出てからは、母さんが亡くなるまで一度も家に帰らなかった。っていうか、帰りたくなかったのかもしれない。母さんも父さんが亡くなってからは精神的に不安定でさ。最悪だよね。支えるのが負担だって思っちゃってたんだよね。だから小弓一人で大変だったと思う。俺が事情を説明していると小弓はまた泣き始めた。泣きすぎて明日はもう目が開かないのではと思うほどだ。だから小弓が今日無事に結婚式を迎えられてよかったと思った。しかも相手はしっかりしていそうな優しい人だ。ヤクザの次期若頭っていうのは少し驚いたけど。嵐くん、これからも妹をよろしくお願いします。
結婚早々嫌な面をたくさん見せちゃったと思うけど。お兄さん。嵐はそうつぶやくと初めて涙を見せた。俺はそんな嵐にそっと笑いかける。おいおい、君は大西組の次期若頭だろ。そう簡単に人に涙を見せちゃダメじゃないか。どうする？俺がもし悪い人だったら。それは困っちゃいますね。俺の弱み見せすぎたし。彼の気分を上げようとわざと大声で笑う俺の背中に星見がポンと優しく手を添えてきた。そして今度は星見が俺に向かって微笑む。光も辛かったね。そんなの後悔しないわけないよ。話してくれてありがとう。ありがとう星見。そしてしばらくの沈黙が流れた後、今度は小弓が口を開いた。ごめんお兄ちゃん。それに星見さんもすみませんでした。小弓の心からの謝罪の言葉に俺と星見は驚きのあまり顔を見合わせる。私お兄ちゃんに捨てられたと思ってたの。でもお兄ちゃんも私とお母さんからの口からの攻撃が辛かったんだね。ストレスを全部お兄ちゃんにぶつけちゃってたね。二人でいじめちゃって本当にごめんなさい。もうあの頃には戻れないんだけど。小読み、いいよ、もういいよ。俺も意地になってたところがあるし、本当にごめん。俺は小読みのその言葉を聞いた途端に彼女の体をぐいっと抱き寄せた。その瞬間、俺の目からは涙がボロボロと溢れ出す。お兄ちゃん、泣きすぎだよ。これで泣かないわけあるかよ。昔からどれだけお前や母さんと良好な関係を築きたいと思っていたか。やっとそれが叶ったんだから。小弓が目を潤ませながら俺を見つめた。俺もそれを見て言葉を続ける。本当は実家を出た後も何度も会いに行こうかと思った。家の前まで行ったことも何度もある。だけど家の中まではなかなか足が進まないんだ。それの繰り返しで。母さんのことをありがとう。今度一緒にお墓参りに行こう。そして小弓も俺の腕の中でワンワンと泣いたのだった。それから俺たちは4人で出前を取り食事をした。お嬢は時々実家に帰ってくるたびに彼氏であるお兄さんの自慢話をしていたんですよ。写真も嬉しそうに組員たちに見せて回るからお兄さんは小西組の中で有名人なんですよ。食事中にふと笑いながら嵐がそう言った。え？もしかして俺って初めから星見の彼氏って皆さんに知られていたってこと？ちょっと光、もうやめて。恥ずかしいから聞かないで。そうなんです。お嬢の逆鱗に触れるから組内だけでの内緒っていう話だったんですけどね。いやー、しかしまさか暦のお兄さんだとは思っていなかったんで、今日見た時はめちゃめちゃびっくりしましたよ。いやー、マジで公開処刑。いいじゃないですか。お嬢が彼氏さん大好きなのは組内では周知の事実なんですから。俺も今日から家族になれて嬉しいです。嵐はそう言うと素敵な笑顔で笑ったのだった。あれから早3ヶ月が経った。小弓と嵐くん、あれから菓子折りを持って結婚式に来てくれた人たちにお詫びに行ったんだってね。みんな笑いながら許してくれたみたいだけど、身内の喧嘩を許してくれるなんて心が広いんだね。まあうちの組の関係者たちは心が広くて穏やかなところが長所でもあり短所でもあるからね。これから先彼らが同じことを繰り返さないことを祈るわ。そして一方で俺と星見は結婚を前提に同棲を始めた。なんと同棲を提案してきたのは星見の方だった。光のことが大好きすぎて仕方ないことがバレちゃったからもう我慢しないわ。ねえ光、私と同棲して。真っ赤な顔をしながらそう言ってきた星見は久しぶりに胸がときめくほど可愛かった。同棲の提案は先を越された分、
プロポーズは絶対に俺からすると強く心に誓っている。そういえば、こよちゃんと嵐、12日予定空いてそうだって？ああ、うん、時間は10時でいいかな。化粧とか間に合いそう？ありがとう。普段会社行ってんのよ、大丈夫だって。了解。じゃあその時間に現地集合にしようって返信しとくわ。俺たちと小弓夫婦とも良好な関係が続いており、今度一緒に俺たちの両親が眠るお墓へ行く予定になっている。これからも平和な日常が続いていくといいな。うん、それは本当。俺と星見は顔を見合わせて笑い合ったのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は小竹一生、30歳、坂野組の下っ端ヤクザをしている。俺は周囲の人たち曰く眠そうな顔をしているらしい。そのため坂野組内ではまどろみの小竹などという何とも不名誉なあだ名をつけられている。おい一生、大江会長がお前に頼みたい仕事があるそうだ。今日の午後に本家に来てくれとのことだが、行けるか？はい、大丈夫っす。ある日、俺は坂野組の組長である坂野志門さんに呼び出された。彼は俺に創業時を伝えると、ニカッと気持ちの良い笑顔を浮かべる。一生は頼りにされてるな。俺も鼻が高いよ。いえ、それほどでも。なんだ、もっと大喜びするなりすればいいのに。僕はめんどくさいことは嫌いなんです。できれば穴蔵に入っていたい。おいこら、仮にも俺は組長だぞ。わかってますよ。別に組長をバカにしているわけではなく、僕はマジで根っから面倒くさがり屋なんです。まあ、お前は昔からそうだからな。本当に変なやつだよお前は。俺はしばらく親父と談笑をした後、車に乗り込んだ。俺は下っ端ヤクザ、車は自分で運転する。大江会長、今日も用事終わりにご飯連れてってくれるかな。大江会長との話も楽しいけど、10年前からそのご飯が僕のモチベーションを保ってくれてるからな。俺は10年前からことあるごとに本家の会長である大江会長に呼ばれて大江組の手伝いをしていた。そのため僕と大江会長の仲は結構深く、信頼関係もあるのだ。よし、ようやく着いた。さーて、ご飯のために頑張るか。俺は独り言をぼそっとつぶやくと、運転席から重い体を持ち上げる。そしていつものように大江組の立派な門の前に立ち、インターホンのチャイムを鳴らす。はい、どちら様でしょう。すいません、坂野組の小竹です。少々お待ちください、今門を開けます。いつも出迎えてくれるヤクザとは違う声。あれ、いつもの人じゃないんだ。初めて聞く声の人だ。どんな人かな。俺がのんきにそう考えていると、その声の主が門を小さく開ける。どうも。はい。その男は、一見ヤクザとは思えないような風貌をまとったインテリ風の男だった。ああ、すんません。僕、坂野組の者でして。いや、いい。それ以上喋らないでください。あ、なんでですか？わからないですか？俺は君に用事はないから帰れと言っています。そういう意味です。つまりどういうことっすか？男の言葉に俺は少し混乱する。思わず男が手をかけている門に自分も手を出してしまう。何するんですか？あのね君、用事はないと言っているでしょう。野蛮な真似をするんじゃありません。ほら帰った帰った。そんな、犬を追い払うみたいに言われても。じゃあ何ですか？
帰ってくださいと丁寧に言えば満足ですか？いや、そういうわけでもないですけど。俺は目の前の彼を見ながら頭をガリガリと描いた。次第にこの状況に面倒くささを感じ始め、もう帰ってしまおうかなんていう考えが頭に浮かんでくる。僕の話本当に聞かなくていいんすか？え、逆に聞く必要があるとご自分では思われている？はい、その方がいいんじゃないかなとは思いますけど。はぁ、俺の言葉に男は怪訝な顔を見せた。そして彼は俺の下から上までをじろじろと見回す。だって君、なんかアホそうじゃないですか。やる気なさそうだし、眠そうな顔しているし。そんなクソみたいな奴に構っていられるほど暇じゃありませんので。そうっすか。男はどうやら大江会長から俺が来ることを聞いてはいないようだ。また俺は彼のことを知らず、彼も俺のことを知らないようだった。んだ、そのやる気のなさそうな声。さっきから人をおちょくりやがって腹が立つな。はじゃねえんだわ。ぼーっとしてねえで、さっさと帰れって言ってんだ。ほんと頭もクソ悪いな。人が変わりすぎじゃないっすか。いちいちうるせえな。お前みたいなカスを相手にする時間がもったいなくて、非常にイライラしてんだよ。だいたいなんだお前、大江会長に直々に呼ばれるほど、自分はすげえやつですよ、とでも言いたいわけ。くだらねえ。見え見えの嘘をつきやがって。だから別に嘘ではないんですがね。黙りやがれって言ってんのがわかんねえのかよ。男はそう叫ぶと、門を片手でバンと思いっきりぶん殴った。鉄製の扉であるため痛そうだなというのんきなことを考えてしまう。すんません。なら僕帰ろうと思うんですが、マジでいいんですか？後で大江会長に何言われても知りませんよ。だから、チンピラは傘下の組へ戻れって言ってんだ、こら。どうせてめえみたいなぼーっとした奴にできることなら、俺には間違いなくできるから、問題ねえんだよ。しつけ、帰れ。かしこまりました。俺はブツブツと独り言を言いながら車に向かった。めんどくさ、無駄し。しかし、俺の独り言は彼に聞こえていたようで、遠くから怒号が聞こえてくる。うっす、喋んな、黙れ。はいはい、すいません。ち、このクソ野郎、この俺をバカにしやがって。だから別に、バカにしてるわけじゃないんですって。大きなあくびを一つして、俺は車のドアに手をかけ、運転席に座る。親父になんて言えばいいんだろう。やる気のなさそうな顔だって追い返されましたとか。いやいや、ないだろう。車の中で、俺は一人大きくため息をつく。そして、エンジンをかけようと、鍵を回そうとした、その時だった。俺の耳に聞き覚えのある声が届いたのだ。おい、沖野、今さっきのチャイムは誰だった？声の主は俺が今日会う予定だった大江会長だった。彼の質問に男はメガネを直しながら答える。ああ、俺の知らないバカそうな男でした。バカそうってお前な。もしかして眠たそうな顔をしたお前と年齢が同じくらいの男じゃなかったか？そうです。会長、ご存知なんですか？ご存知も何も、その男は俺が呼び寄せた男だからな。坂の組だと名乗っていなかったか？名乗っていました。やる気のなさそうな男だったので、追い返してしまいましたが。男の言葉に、大江会長が頭を抱えたのが分かった。そして大江会長は男をまっすぐに見つめる。確かに俺もお前に伝え忘れていたことは悪いと思う。
だけどもし分からなかったら確認をするべきだろう。まったく。大変申し訳ございません。まあやってしまったことは仕方ない。次から人を見た目で決めつけないように。さあさあ、組の秘密兵器はどこ行った？追っ払ってから時間は経っていないんだろう。まだ近くにいるかな？申し訳ありませんでした。俺は二人の会話を聞き、車の中で大きなため息をついたのだった。だから言ったじゃん。あの人、僕の話何も聞いてくれなかったけど。ほらほら怒られちゃって。俺はぶつくさと文句を言いながら車から降りる。そしてゆっくりと彼らの方へ近づいていったのだった。あー、すんません。僕帰るところでした。おー、一世。よかった。うちの若頭補佐がすまなかった。いえいえ、とんでもないっす。相変わらず一世は心が広いね。無駄足になるところだったのに。いや、俺もしっかりとこの若頭補佐、沖野智也に、お前のことを伝えることができていなくてね。俺の不手際でもあるんだ。どうか許してほしい。ああ、いえ、大丈夫です。こうして大江会長にお会いできましたし、全然いいですよ。ありがとうな。俺と大江会長は、そう言って笑い合った。そして大江会長は、これから沖野へと視線を移す。いいか、沖野。一世はこういうやつだよ。確かにお前の言う通り、見た感じは少しぼーっとしてそうに見えるかもしれない。人によっては、一世を頼りなく思うやつもいるだろう。だけどこいつは、優しいんだ。お前が見た目で判断したのが、他のヤクザではなく、一世でよかったと思うんだな。はい。それと沖野、さっきも言ったが、人を見た目で判断すると、相手に失礼なばかりか、いつか自分の足元を救われることにもつながるだろう。その辺、忘れないように。はい。よし。わかったんなら、一世に謝るんだな。ほら、一世がまたぼーっとした表情で、お前を見ているぞ。大江会長はそう言って、沖野の頭をバシンと叩いた。それに対し、沖野は痛そうな表情を浮かべる。あ、大江会長、さっきから僕に失礼なことを言ってません？あはは、なになに、大事な説教のためだよ。許せ。もう、はい。それならいいですけど。あはは。大江会長に背中をバシバシと叩かれる。彼は力が強いせいか、内臓までダイレクトにその力が伝わってくる。先ほどは、大変失礼しました。いえいえ、別に会えたからもういいです。俺は少し不服そうな沖野の顔を見ながら、そう答えたのだった。それから俺は、大江組内に案内された。お、眠い小竹さんだ、こんにちは。バカちげえよ、睡眠の小竹さんだよ。ああ、どっちも違う、まどろむ小竹さんだって。どうも、お邪魔します。俺は心の中で、まどろみの小竹ですと訂正しながら歩く。まったく、坂の組で突き慣れたあだ名が、ここまで浸透しているとは。どうせならもっとかっこいいあだ名をつけてもらいたかった。なんだ、一世はうちの組でも人気者だな。え、これって人気者って言うんですかね。僕にはただ馬鹿にされているようにしか聞こえないんですけど。何言ってんだ。本当にどうでもよかったり馬鹿にしてたら、あんな風に話しかけないだろう。ほら、見てみろ。奴らのあんな嬉しそうな顔、めったに見ないぞ。いや、そうなんですかね。俺は大江会長の隣で、苦笑いを浮かべながら歩く。どうにも褒められることにはなれない。いや、別にそうでもないんじゃないですかね。だって俺、小竹さんの名前って、今日に至るまで一度も聞いたことはありませんでしたけど。会長、そのように末端を持ち上げるのは、よろしくないのでは。まったく、沖野はなんでそういう冷たい言い方するかね。
まあでも確かに一世の強さは実際に抗争の場面で見てみないとわからないものだからね。実際の抗争を知らない者たちからはそういう話題は聞かないだろう。沖野、お前も抗争には行ったことがなかったな。もし今後一世と一緒に抗争に出たらきっとお前も驚くぞ。ち、どいつもこいつも小竹小竹って。おいおい沖野、参ったなこりゃ。どうやら沖野は俺のことが相当嫌いなようだった。この短時間でここまで嫌われてしまったことに若干のショックを受けつつ笑う。まあ仕方ないです。僕は本当にただの下っ端だし、沖野さんは若頭補佐なんでしょ。そっちの方が全然すごいですから自信持ってください。自信持てってお前。おいおい喧嘩すんなって。沖野が俺にさらに突っかかってきそうになったところで大江会長が止めに入ってくれた。俺は内心ほっと胸をなで下ろす。そしてそうこうしている間に俺は会長室に通されたのだった。今回一世を呼んだのは他でもない。実は近いうちにうちの島で好き勝手やっている組に抗争を仕掛けようと思っていてな。もしかして僕にそれに参加しろと。ああ、その通りだ。お前の力を貸してほしい。まっすぐに俺の目を見てくる大江会長。俺はそれを見て大きくうなずいたのだった。しかし、ちょっと待ってくださいよ。ありえないでしょう。沖野の大きな声が俺たちの耳をつんざいたのだ。大江会長はそれを聞いて顔をしかめる。会長、だって考えてみてもくださいよ。確かにさっきこいつが強いっていうお話は聞きました。俺は見たことないけど、みんながそこまで言うんならそれは認めましょう。ですが次の抗争って確か佐々木組ですよね。あそこは狂犬なんて言われる佐々木組長が率いる組ですよ。いくらこいつが強くたってあいつらにかなうはずもないでしょ。しかも若頭や幹部クラスならいざ知らず、ただの下っ端ですよ。ただの足手まといにしかなりませんって。沖野は周囲に唾を撒き散らしながらそうあめく。しかし大江会長はそんな彼を一喝したのだった。黙れ。お前が何と言おうと、これは若頭をはじめとする他の幹部連中と話し合って決めたことだ。いくら若頭補佐とはいえど、決定事項にこれ以上口出しすることは許さん。すみません。それに、こいつは10年前から、しばしば大江組の抗争に参加してもらっているんだよ。一世の力があったから勝てた抗争も、いくつもあったくらいだ。誰が何と言おうと、誰が馬鹿にしようと、こいつは強いんだ。まあ、実際に、一世の戦いぶりを目の前で見たことのないお前に言っても、その凄さは通じないだろうがな。まあ、お前には実戦というよりも、頭脳労働ばかりをお願いしているからな。大江会長はそう言うと、豪快に笑った。しかし、大江会長のその言葉に、沖野の顔が曇ったのを見逃さない。会長、大変失礼ですが、今のお話だと、この下っ端より俺の方が弱いという認識でいいのでしょうか。いや、そう言いましたよね。俺は今正直ものすごく腹が立っています。そうだな、そういうことだ。意味がわかりません。なぜ俺より強い奴が下っ端のままなのか。それにこんなぼーっとしたバカそうな奴が強いとは、いくら考えてもどうしてもわかりません。沖野はそう言って大江会長をぎっと睨みつけたのだった。しかし大江会長は怒ることはせず、小さなため息だけつく。いいか沖野、つまりはこういうことだ。人には向き不向きがある。お前は頭脳労働、一世は喧嘩。俺はお前にも最適なポストを用意したはずなんだが、それでは気に食わないのか。大江会長の言葉に沖野は強く唇を噛んだ。そして意を決したように大江会長を見ると再び叫ぶ。
じゃあ、次の構想に俺を連れて行ってください。俺がこいつよりも、いや誰よりも使えるすごい奴だってことを、きちんと証明してみせます。絶対、絶対にこんな、眠そうにしている奴には負けません。おい、構想はただの喧嘩じゃないんだぞ。命がかかっているんだぞ。んなこと、俺も若頭補佐だからもちろん知っています。それに構想は、一対一の戦いではない。味方と協力しなきゃなんだぞ。今のお前には到底無理だと思うのだが。会長、俺のことを決めつけないでください。俺はやれます。どうか俺を連れて行ってください。沖野の目は、ギラギラとしている。誰が何を言っても聞かない目だ。大江会長もそれを感じ取ったようで、俺の方をちらっと見た後に、分かったと、ため息をつきながら承諾したのだった。小竹さん、お迎えに上がりました。あ、伊勢さん、大江組の者が迎えに来ましたよ。ご準備は大丈夫ですか？ああ、うん。大丈夫だと思う。あ、もう伊勢さん、なんでまた今日みたいな大事な日に寝坊してるんですか？あれでしょ？大江組の若頭補佐に喧嘩売られたんでしょ？あんな眠そうな顔してたら、また舐められますよ。きぃ、悔しい。そいつ一星さんの強さ知らないからですよ。絶対にそんな奴に負けないでくださいね。ああ、僕別に正直言うと、勝ち負けはどうでもいいんだよね。っていうか、勝たなきゃいけないのは佐々木組にでしょ。強権とか言われているっていう。なんで身内で争わなきゃいけないのか、意味不明だよね。俺が大江組に呼び出された日から、2週間が過ぎていた。今日はいよいよ、佐々木組との交渉の日。周囲がどことなく浮つく中、俺は至って冷静だった。ちょ、一星さんなんでそんなに冷静なんすか？この場面って、少年漫画だったら、闘志に燃えているシーンですよ。しかもムカつくライバルを蹴散らすみたいな場面じゃないですか。なんでそんなにいつも通りなんですか？ねえ、なんでって言われても冷静さをなくす方がやばくない？自分で言うのもなんだけど、僕の強さって喧嘩そのものっていうより冷静さだと思うんだよね。まあただ冷めてるって言っちゃえばその通りなんだけど、でもきっと熱くなりすぎずに周りを凝視する僕みたいなやつも組織には必要なんじゃないかな。うわぁ、一世さんやっぱかっこいいわ。やめて。僕そうやって持ち上げられるの慣れてないから、どういう反応したらいいかわからない。わぁ、やっぱ一世さんかわいいっす。俺は同僚を軽くどつくと、迎えに来た大江組の車に乗り込んだ。人が運転する車に乗るのは、なんだか久しぶりで少し緊張する。小竹さん、着きました。よろしくお願いします。ああ、はい。でも別に僕一人だけで戦うわけではないんで。みんなで頑張りましょう。佐々木組の前には、すでに大勢の大江組ヤクザたちが集合していた。その中心には沖野がおり、彼は俺を見ると、ニヤッと笑う。どうしたどうした。聞きましたよ。君、寝坊したらしいじゃないですか。こんな大事な日に寝坊とは。もしかして、昨日緊張して眠れなかったとかですか？いや、ただ好きなゲームしてて、欲しいキャラがなかなかガチャで出なかったんですよね。課金しながら粘ってたら、いつの間にか寝落ちして寝坊って感じです。俺の言葉に呆れたような視線を送ってくる沖野。まあ寝坊したのは自分の責任だから逆に申し訳なく思う。まあいいです。今日は俺が君より強い、使えるって証明することが第一の日だから、君はそこら辺でぶっ潰れちまえばいい。ほう、でもまあぶっ潰れるのは正直困りますんで、潰れない程度にやろうと思います。ちっ、こっちが下手に出ていればいい気になりやがって、いちいち腹立つんだよな、お前。腹立たせたならすんません。
これが地の性格なんで。俺と沖野の間にバチバチとした空気が流れる。いや、間にというか、沖野からの一方的な攻撃に近いだろうか。沖野は一度大きなため息をつくと、懐から茶花を取り出す。そして、それを空中に向けて発砲したのだった。行くぞ、こら！おお、佐々木組をぶっ潰せ！それと同時に、応援組のヤクザたちは、一斉に佐々木組へと突入していく。あらあら、こんなにいきなり大勢で、もしこの突入のしやすさが罠だったら、どうするつもりですか？はは、怯えてろ。俺の指揮に間違いはないんだよ。罠、上等じゃないか。んなもんその上を行ってやるまでよ。沖野は目をギラギラに輝かせながらそう言った。やる気があるといえば聞こえばいいが、逆に言うと周りが見えていない状態だ。こういう時が一番危ない。ま、僕は自分のやることをやるか。いくら思いでも、もう無理だと思う時もあるだろう。そんな時は無理をするな。生きて帰ってこい。俺は親父のそんな言葉を思い出し、佐々木組内部へ突入したのだった。構想は、大江組の圧倒的な有利だった。ほら、てめえら一人残らず出てこいよ。大江組の参加で好き勝手やったことを、あの世で後悔するんだな。いいえ、なんだこいつらバカせ。もう俺ら、戦えるやつ少ねえじゃねえか。どうするよ。怯える佐々木組のヤクザたち。その様子を見ていた沖野は、俺の方を見て鼻で笑う。ほーら、見てみろ。あいつ大した活躍もしてないじゃないか。何が組の秘密兵器だよ。あいつにそんな価値なんかないって。沖野は愉快そうに大声で笑う。しかし、その時だった。ドンという大きな音が、沖野の方から聞こえたのだ。どういうこと?沖野さん、茶花だ、茶花の玉だ、伏せろ。そう、沖野の方から聞こえたのは、佐々木組の誰かが撃った茶花の玉が壁にぶつかった音だった。こわごわと自分の背後の壁を見る沖野。そこにはたった今突き刺さったと見られる茶花の玉の跡がくっきりと残っていた。嘘だ。まだあの世に行きたくない。やだ、やだ、怖い。先ほどまでの威勢はどこへやら、沖野はその場で腰を抜かせてしまったのだった。まずい。沖野は実戦が今日で初めてなはずだ。そんな状況で、いきなり茶花なんてもんが登場して、しかもあと少しで命を落とすような状況に追い込まれたんだ。沖野はもう戦えない。俺は他の佐々木組のヤクザたちを相手にしながらそう思った。沖野の顔からは繊維がすっかりと失せ、怯えの表情だけを見せている。おーい、てめえが今回の親玉か。なんか情けねえ親玉だな。大江組もこんなひょろいやつを幹部に持ってくると、ずいぶんと落ちぶれたもんだね。っていうことは、こいつをあの上を送っちまえば、この構想は実質、俺たちの勝ちってことか。まあ、簡単なもんでしょう。確かにこいつ、さっきから見ている分には、全く戦闘に参加してねえからな。多分、口だけで、自分は動けねえやつよ。こいつは。助けて!助けてじゃねえんだわ。もし助けてほしいんなら、今お前の指揮で奪った、俺らの組のもんの命を返してから言うんだな。さあ、できっか、ボンボンさんよ。できるわけないじゃないか。だよな。だったら俺らもできねえんだよ。てめえの言うことを聞くのはな。やだ。やだ。うっせえ。喋るんじゃねえ。佐々木組のヤクザたちは、そう言って数人で、沖野を殴ったり蹴ったりし始めた。しかし、当の沖野は何も反撃できない。背中を丸め、ただただ小さくなって、床に横たわっている。
痛い。痛いから。俺もう無理。どうすればいいのか、ちっともわからないんだ。んだ。こいつそこらの厨房よりも弱くね。マジ雑魚すぎて、こいつをぶっ潰すのもバカらしくなってきたわ。あ、ほんとにこいつって、大江組の幹部？逆にやばくね。俺をバカにするな。いや、だってよ、お前。よくそれでヤクザになれたかと思うわ。自分の腕を過信しすぎな。え、誰もお前の弱さを指摘してくれたことねえの？お前、組内でもバカにされているどころか、嫌われているんじゃねえ。うるさい。うるさいんだ。何も知らない奴は黙れ。うるせえのは、てめえなんだよ。わめきやがって。佐々木組のヤクザたちは、さらに強く沖野を蹴ったり殴ったりし始めた。その勢いに、沖野は腹部を隠すことすらできない。うわ、苦しい。やめて。沖野のうめき声と、佐々木組のヤクザたちの殴ったり蹴ったりする音が周囲に大きく響く。沖野さ、俺は次の瞬間、相手にしていた佐々木組のヤクザを遠くへ殴り飛ばし、沖野の前に立ちはだかっていた。君は何のつもりだ？俺は君に助けられるなんて、まっぴら、ごめんなんだ。あなた本当にバカですか？今そんなこと言っている場合じゃないでしょう。まあ、あなたがどうしてもほっとけというのならそうしますけど。うん。さあどうしますか。ちなみに僕は初めから勝ち負けとか全然気にしていませんよ。どうでもいいし、そんなの。どうでもいいだと。ええ、マジで。別に後で僕がすごいんだとか言う気もありません。さあ、どうしますか。助けてくれ。了解しました。そこからはあっという間だった。俺は沖野を襲っていたヤクザたちを蹴散らしたのだ。さーて、うちの若頭候補に暴言吐いてボコした奴らはどいつかな。僕がボコボコにしてやるからさっさと来いや。あ、んだと、こんなぼーっとしてる顔のくせに。うわ、やめろ、やめてくれ。お、大丈夫か。うわ、あんたたちもだいぶ弱いけどね。人のことをそこまでボロクソに言える立場じゃないよ。俺はそれから沖野を倒したヤクザたちと、まだ生き残っていた佐々木組のヤクザたちを倒していった。ほらほら、どいつもこいつも弱いぞ。残ってるやつまとめてかかってこいや。小竹一世、こいつやばい。沖野は俺を見て小さくそうつぶやいた。俺もそんな彼にそっと笑い返す。別にやばくはないですよ。僕はただちょっと喧嘩が強いだけ。喧嘩自体なら僕より強い人もおそらくたくさんいます。僕はただ見ていただけ。こいつの弱点はここだなとか、こいつはこの動作苦手なんだろうなとか。案外みんな構想なんていう場面になると冷静に判断できなくなるんですよね。沖野さん、あなたのヒントになるでしょうか。小竹。どのくらいの時間が経ったのだろうか。気づくと俺たちの足元には大勢の佐々木組ヤクザたちが倒れていた。こうして抗争は大江組の圧倒的勝利で終了したのだった。ああ、もう沖野さん、じっとしていてください。だって言いたいんだ。抗争終了後、俺は怪我の治療のために沖野を坂野組に連れてきていた。理由は坂野組が佐々木組から近いから。もう我慢するんだな。どうだ、一世は強かっただろう。はい。
そうだろう、そうだろう。こいつは10年前の応援組と坂野組の共闘の時に素晴らしい活躍をしてな。それ以来、応援組長からも頼りにされているんだよ。それに何度も俺から幹部への昇進の話を出してる。まあ、断られ続けているんだが。僕、リーダーとかそういう柄じゃないんで。しかし沖野は黙ったまま、何も喋らないまま下を向いている。はは、俺12年前に、まだ高校生だった一星が、町の路地裏で喧嘩をしているところを偶然見てな。その強さに惚れたんだよ。その日に一星を坂野組にスカウトしてな。一星も特に進路は決まっていなかったってことで、あっさりと承諾してくれたんだよ。そりゃ強いわけだ。俺なんかが勝てるわけがない。そしてそれを聞いていた沖野は、悲しそうな表情をしながら、ぼそっとそうつぶやいた。俺はそんな沖野の背中を、ポンと叩く。誰しも向き不向きがあるでしょう。まあ、そうなんだが。沖野は手当てを終えると、すごすごと帰っていったのだった。あれから2週間が経った。すいません。沖野さん。俺がいつも通り庭の掃除をしていると、沖野が門の前に立っているのを見つけた。彼は俺を見ると、素早く頭を下げてくる。あの時は申し訳なかった。は？君に失礼を働いたことだ。あまりにも君の気持ちや実力を軽視していた。ああ、なんだそのことですか。別に気にしてなかったからいいのに。俺はこの前の沖野を思い出しながら頭をかいた。あの時ようやくわかったよ。君はうちの会長にも坂野組長にも信頼されているすごい人なんだよな。正直めちゃめちゃ羨ましいよ。いや、そんなに。いや、君は僕が欲しいものをすべて持っている。まあ一番羨ましいのは会長と組長からの信頼なんだがな。沖野はそう言って少し寂しそうに微笑んだ。俺はそんな彼を見てそっと口を開く。いや、沖野さんも若頭補佐なんていうすごい役職をしてるじゃないですか。十分信頼されている証拠っすよ。君は優しいんだな。だが俺は喧嘩が弱い。命を懸けた戦いも好きではない。ただ頭脳が認められただけだ。いいじゃないっすか。僕勉強できないっすもん。そうなのか。俺の言葉に沖野は笑った。俺もそれに笑い返す。大丈夫っす。頭いいのはすごいことですから。組員それぞれが自分にできることで組を支えていけば、より強固な組になっていくと僕は思いますよ。ああ、そうだな。そして沖野は今までで一番素敵な笑顔を浮かべたのだった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は花輪葵。7年前までヤクザの組長をやっていたのだが、とある男と知り合い結婚することに。それを機に極道の世界からも足を洗ったのだが、この男がとんでもなく嫌な男だった。もう一緒にいるのは限界で、やっとの思いで家を飛び出したのだが、行くあてがない。その私が選んだのは、もう二度と戻らないと思っていた自分の組だった。あの頃と雰囲気は何も変わってないな。私のことを知ってる奴らって、まだいるのかな。そんな不安を抱えつつ、事務所の扉を開けると、そこにいたのは見たこともない若者ばかり。まあ、そうだよなと思いつつ、一番近くにいた若頭に、頭を下げる。こんにちは。行く場所がなくて、この組に入れていただけないでしょうか。私がそう言うと、偉そうにふんぞり返っていた若い男が立ち上がった。なに、ババアのくせにヤクザやりたいとか思うんだ。
残念だけど、ここにヤクザとしての仕事で、お前に任せられることはねえな。新入りババアは、トイレ掃除でもやってろ。鼻で笑いながら、トイレを指さす若い男。ぼーっとしている私を見かねたのか、その男が自己紹介をしてくれた。俺は、この花山組の次期若頭候補の数だ。その俺に逆らうとどうなるか、さすがに極道を知らなそうなババアでも、それくらいはわかるだろう。偉そうにしやがって、と思う反面、夫のトラウマがあり、言い返すことができない。そのことをもどかしく思いながらも、従うことしかできないと判断した。さっさとトイレ掃除してこいよ。ぼーっとしてる暇があったらさ。はい、喜んで。トイレの場所もあの当時から変わっていないため、迷わずに向かう。用具入れを開け、黙ってトイレの掃除を始めた。まともに掃除なんてしてないんだろうな。まあ、7年も私がいなかったらそうなるか。そんなことを考えながら掃除を進めていく。すると、それからすぐに扉が開いて、さっきのカズという男がトイレに入り込んできた。おい、ババア、まだやってんのかよ。トイレ掃除くらい、ちゃちゃっと終わらせられねえのか。ごめんなさい。思ってたよりも汚くて集中しちゃって。私のそんな言い訳も、カズには通用しないようだ。ちぇ、いちいち口答えしやがって。俺がやれって言ったらさっさとやるんだよ。トイレ掃除くらいスムーズにできねえで、何がこの組に入れてくださいだよ。こんなこともできねえやつ、この組にはいらねえから。しゃがんでいる私を真上から見下してくる数。この体勢は夫から理不尽に叱られている時と同じ格好だった。条件反射的に頭を下げてしまう。すみません。すぐにやりますから。だが次の瞬間、頭の上から冷たい水がぶっかけられたのだ。髪の毛を伝って、ひたひたと水滴が床に落ちる。その光景をただ呆然と見ていることしかできなかった。おいおい、水も滴るいい女って言葉があるけど、やっぱババアに水かけても、ただ薄汚ねババアにしかならねえな。完全に初対面の相手に対して、よくもこんなことが言えるものだと呆然としてしまう。そんなことを考えながらも、このあまりにも見下してくる態度が夫と被ってしまい、体が硬直して言い返すことができない。何ぼーっとしてんだ。水ぶっかけられてんだから文句でも言ったらどうなんだよ。しかも掃除に使ってた汚ねえ水かけられてんだぞ。お前感情とかねえのかよ。いえ、掃除もまともにできない私が悪いので。手でなんとか水滴を拭って、カズの方を見上げたのだが、その瞬間に顔面に強い衝撃を受ける。どうやら顔面に拳を食らったらしい。しかもそれだけにとどまらず、今度は腹に蹴りを食らってしまった。その衝撃で座っていることすらできなくて、後ろに吹っ飛ばされてしまう。ババアがいちいち口開いてんじゃねえよ。俺の言うことに従ってりゃいいってまだわかんないんだ。もうめんどくせえから出ていけよ。顔見るのも嫌だわ。人間ではないものを見るかのような目で私のことを見下してくる。腹も顔も全部が痛くて抵抗することすらできなかった。勝の言葉に返事をすることもできずに咳き込んでいると背中を踏みつけられる。なあ、まだ抵抗するつもりでいるのか。俺さ、いきなり女が入ってきたから抱いてほしいんかと思ったわけ。でも実際掃除もまともにできねえ、使えねえ人間じゃん。そんなやつ抱いて面白いと思ってんの。ごめんなさい、そんなつもりじゃなかったんです。背中を踏まれ、息苦しさの中でやっと答えたのだが、カズのお気に召さなかったらしい。もう一度背中を強く踏まれ、肺の中の空気が押し出される。
そういうのがムカつくって言ってんだよ。何でもかんでも謝れば済むと思ってんの。だとしたら生きることがもう向いてないわ。もう全部諦めれば。これ以上やり直すなんてできないだろう。すみません。反射的にその言葉が飛び出ると、今度は髪の毛をつかまれて無理やり顔を上げられる。あのさ、今の俺の話聞いてた？そういうところがムカつくんだよ。お前どうせ今までの人生でうまくいったことなんかなかったんだろう。そんな顔してるもんな。だってお前の顔って人をムカつかせる顔してるもん。そんなことないです。じゃあなんで俺がムカついてんの？俺って次期若頭って言われてるだけあってさ、結構人望が厚いタイプなのよ。その俺でもダメなんだから、お前は本当にダメなんだよ。そのまま顔を近づけてきて、私のことを鼻で笑ってくる。恐怖というかトラウマのせいで視線をそらすと、今度は思いっきり掴んでいた私の頭を床に向かって放り投げる。なんとか両手を踏ん張って床に激突という最悪の未来は阻止したものの、未だに私の方が立場は弱いままだった。おお、すげえ。今の防げるんだ。パチパチっと雑に拍手をしながら、それでも私を見下ろしてくるカズ。もうこれ以上はと思った私は、カズになんとか言い返すことにした。こんなことしてどういうつもりなの？それが気に食わなかったのか、また顔面に張り手を食らう。もう全身の底かしこが痛くて、何をされたのかもわからなくなっていた。てめえの顔がムカつくから、俺が何をしようとお前が逆らえるわけねえじゃん。それとも何、無条件で俺に抱かれてどんなことされてもいいですって宣言するか？確かにそうすれば多少は俺の気持ちが晴れるかもしれねえな。冗談じゃない。やっとの思いであいつから逃げてきたのに、またこんな奴に捕まったりなんかしたら、それこそ私の人生は終わりだ。どうにかしないと。しかし心とは裏腹に、私の体は言うことを聞いてくれない。ただじんじんと痛む方を抑えながら、カズのことを見ていることしかできなかった。もういいや。ママを痛めつけるのも飽きたし、お前ももうこりごりだろ。ヤクザをやろうなんて考えないで、少しは頭使って金稼いだ方がよっぽど賢いと思うけどな。確かにこの男の言う通りなのかもしれない。私は7年前まではこの組の組長だった。でももう私のやり方がこの時代に合ってないってことなのかも。これ以上痛い思いをするのも嫌だったし、また一から居場所を探そうと思い立ち上がろうとしたその瞬間、またしてもトイレの扉が開いた。帰ってきてくれたって本当ですか？あ、組長、戻ってきてくれたってどういうことですか？扉を開けて飛び込んできたのは、花山組組長である沢田だ。私がこの組を去るときに組を任せた男であり、私のことを知っている男である。私を知っている人間がいたことにほっとしつつも、この状況は最悪だった。え、帰ってきてくれたって聞いたのに、この状況は何ですか？どうして葵さんがトイレでうずくまっててびしょ濡れで。沢田の視線がゆっくりとカズの方に向く。慌てたカズは近くにあった空のバケツを蹴り飛ばした。しかし時すでに遅く、沢田の鉄拳がカズのことを捉える。てめえが葵さんにこんなことをしやがったのか。その衝撃でカズが吹っ飛び、私の横にうずくまった。葵さん大丈夫ですか？そう言いながら私の元へ駆け寄ってくる沢田。その姿を見たカズが叫ぶように沢田に問いかけた。
何なんですか。どうしていきなりこんなことされなきゃいけないんですか。俺が一体何したって言うんです。っていうか葵って。沢田に肩を貸してもらいながら立ち上がると、カズの視線もゆっくり持ち上がる。そんなカズのことを沢田は冷たい視線で見下していた。この状況で理解できないお前の脳みそは本当に残念だな。この人は葵さん、この花山組の初代組長を務めた美しき女性だよ。カズがポカンと口を開いている。当然だ。女が、しかも目の前で自分がボコボコにした人間が組長だなんて、逆に一体どれだけの人間が信じられるのだろう。女王なんでしょう。また俺のこと騙そうと思って適当なこと言ってるんでしょう。もう組長ってば、そういうのやめてくださいっていつも言ってるじゃないですか。冗談だと思いたいカズはヘラヘラと笑いながら立ち上がる。私たちと同じ目線の高さになったが、沢田は冷たい視線を向けたままだった。ということは、俺が嘘ついてるとでも言いてえのか。あ、いや、そういうことじゃなくて。カズが慌てて顔の前で手を振ったものの、沢田の厳しい視線は変わらない。俺がこんなくだらねえ嘘なんてつくわけねえだろ。この人は正真正銘、この組の元組長だ。お前がいくら疑おうが、この事実は変わらねえんだよ。呆れたようにため息混じりで答えると、納得できないカズは大きな声を上げる。何言ってるんですか。この組は一代で財を築き上げた伝説のヤクザって言われてるんです。その組を作ったのが女なんて、そんなことあるわけない。お前も大概自分の意見を曲げないやつだな。ねえ葵さん、言ってやってくださいよ。この組は自分が作ったんだって。沢田に言われてうなずく私。彼が来たことで少しだけ心に余裕が生まれていた。自分のことを知ってる人がいるって、こんなに心強いもんなんだな。そんなことを考えつつ、沢田の言葉に応えるように口を開く。確かにこの花山組は私が作った組だ。そして私はこの組を作るとき、男のふりをしていたんだよ。あ、嘘だろ。嘘じゃないさ。やっぱり極道の世界ってのは女に厳しいところがあるからな。女が実権を握ってると知れたら舐められることは分かりきっていた。だから葵さんは自分が男だと名乗ることで、この組をここまで大きくしたんだよ。そんな、だって初代組長って、伝説の歌舞伎者だって。カズが目を見開きながら、私と沢田のことを見てくる。確かに、歌舞伎者だったかもね。見ての通り、私は背も高いし、男のふりをするとは言っても名前だけで、格好もメイクもそのままだったから。170センチを超えている私は、無理に男のふりをしなくても、遠くから見れば男に見えたのだ。そしてほとんど表に出ることはなく、組の中に留まり続けた。だから実質この組を大きくしたのは、沢田たちのような私の右腕たちの力だったのだ。どうだ。だからお前は、その伝説の組長に、こんなことしてるってわけよ。それについてはどう思う？沢田が、カズを覗き込むように首をかしげている。ショックから呆然としていたカズだったが、次の瞬間、高らかに笑い出したのだ。笑わせてくれる。お前ら揃って、俺のことを騙してたってわけだ。いや、俺だけじゃねえ。組員全員を騙してたんだろ。もう、ムカついたから、全員に初代組長は女だって、言いふらしてやるよ。全身から力が抜けていく。今までこの組の初代組長は、男だと信じられていた。
めったに姿を現さないのは、他人を見ると暴れ出して手がつけられないからだと、ありもしない噂が出回っていたこともある。それが女だったってバレたら、この組は終わりだ。わかった。私がいなくなればいいんなら、そうするよ。だから初代組長が女だったって言いふらすのはやめて。私の叫びをカズは笑い飛ばした。もう遅えよ。お前がいようがいまいが、騙されてたことがうぜえわ。こんな組やめて、自分で新しく組を立ち上げてやるよ。自分一人で組を一から立ち上げるのなんて、簡単なことじゃないんだよ。女は黙ってろよ。てめえが話をややこしくしてるって、わかんねえのか。そう言いながら、事務所を出て行こうとするカズ。ねえ、沢田。あの子止めなくていいの。隠していた私が言うのもおかしいけど、秘密がバレたら、この組は終わりなんじゃ。しかし沢田は、首を横に振り、カズのことを止めるつもりはないようだった。本当にやめるつもりか。止めたりはしないが、一人でどうするつもりなんだ。沢田が呆れたような声で尋ねると、カズはヘラヘラと笑いながら答える。俺ってやっぱり若頭候補だったんで、ついてくるやつは5万といるんすよ。だから逆に、この組から人間がめっちゃ減ると思うんすけど、別にいいっすよね。なぜかカズが沢田のことを見下すように笑っている。もしかしたらカズは少し前から独立を目論んでいたのかもしれない。沢田、やっぱりカズのことを止めた方がいいよ。この組は確かに私が作ったけど、今はあんたのものでしょ？あんたにとってこの組って大事なものなんじゃないの。それでも沢田が私の言葉にうなずくことはない。それどころか、にやりと笑いながら、カズの方を見ていた。やめるってんなら、好きにしろよ。俺は止めたりはしないから。そんなかまってちゃんなんか、相手にしてらんねえんだよ。そんな強がってますけど、実は心臓バクバクだったりして。まあ、別に、俺にはもう関係ないっすけど、じゃあやめますんで。今更戻ってこいとか言っても遅いっすからね。そう言い残してカズはさっさと事務所から出て行ってしまう。沢田、あんたにとって花山組ってそんなもんだったのか。前に言ってたじゃないか。この組は自分だけのものじゃなくて組員たちのものでもあるんだって。沢田の胸ぐらを掴んで攻めたが、しかし沢田が顔色を変えることはない。いいんすよ。これで。俺には俺で考えがあるんで。っていうか葵さん、どうしてこんなところにいるんですか。確か結婚したから、もうヤクザは辞めるんだって言ってませんでしたっけ。もうカズの話はしたくないのか、私の話を聞こうとする沢田。私は、まだここに来た理由を話していなかったことを思い出し、どうして一度は去った花山組に戻ってきたのかという経緯を話すことにした。そういうことだったんですね。じゃあしばらく事務所を使ってくださいよ。葵さんの部屋、昔のそのままになってますんで。そもそも私がこの組を作ったのは、最低な両親から逃げるために自分の居場所が欲しかったからだった。だから、事務所として使っている建物の2階には、私が住んでいた部屋があるというわけだ。掃除をしてくれていたようで、かなり綺麗な状態で、荷物もそのままだった。私が戻ってくるって、分かってたのかな。そんなことを考えつつ、ありがたく使わせてもらい、それから3日後、おい、沢田。沢田はいるか？突然、カズが戻ってきたのだ。なんだよ。
自分の力で新しい組を作るんじゃなかったのかよ。わざわざ俺のこと呼んで、もしかして組の作り方教えてくれってか。残念ながら俺はそんなもん知らねえぞ。どうしても知りてんなら葵さんにでも聞いてみるんだな。沢田が答えると、カズは突然沢田の胸ぐらにつかみかかる。ふざけんなよ。そんなもん聞きに来たわけじゃねえ。近くの組に参加にしてくれって頼んだら全員無理だって言うんだ。あんたが根回ししたんだろ。卑怯なことしやがって。カズが顔を真っ赤にしながら怒鳴ると、沢田はふっと小さく笑う。根回しってほどじゃないけどな。こういうことがあったって話をしただけだ。別にお前は潰したくてやったわけじゃねえよ。もしかしたら参加に入れてくれってやつが来るかもしれねえけど、相手しなくていいからって言っただけだから。カズの顔が顔面蒼白になり、唇が真っ青になっていく。なんであんたがそんなことするんだよ。っていうか、他の組と関係があったのか。今までそんなこと全然なかったじゃねえかよ。ああ、そうか。お前は下っ端だから知らなかったか。この辺にあるヤクザの組長たちはよ、全員ってわけじゃねえが、ほとんどがこの組の出身なんだよ。カズが絶望したように力が抜け、沢田の胸ぐらを掴んでいた手がほどける。だからこの辺で、のれん分けして参加に入ろうなんて考えても無駄だぞ。あとこの組に関係してる場所で、葵さんが女だとか言いふらしたりしても無駄だからな。この組の出身ってことは、そのことも知ってるからよ。カズが悔しそうに唇をかみしめる。自分がやろうと思ったことが何もできないということが、よほど悔しいのだろう。最初からこうなるって分かってたのかよ。カズがうなるような低い声で尋ねると、沢田がすごむような声で答える。当たり前だろ。これでも葵さんから組長を任されてもう7年経ってんだ。それなりにいろんなことを考えてやってるに決まってんだろ。沢田が深呼吸して、さらにカズのことを追い詰めていく。仮にお前がのれん分けとかじゃなくて自分の力で作るって言ったら、俺が全力で潰してやるからよ。沢田のやつ、7年前は私が辞めるって言ったら泣いて止めてきたくせに、すっかり男になったもんだな。考えにふけりつつ静観していると、カズはパッと玄関の方へ走っていった。くっそ、覚えてるよ。そう捨て台詞を吐き捨てて飛び出していったのだ。沢田、これが大丈夫だって言った理由なの？私が尋ねると、沢田はにっこりと笑ってうなずいた。もともとあいつは問題の多い組員だったんですよ。だから一時は組員がごっそり減ったとしてもすぐ戻ってくるって踏んでたんです。その言葉通り、カズが来てから一週間以内に辞めていったほとんどの組員が戻ってきた。これでこの組も安泰ですね。そう言って沢田は笑う。しかしそれから半月ほどした頃、再びカズが現れた。だが今度は一人ではなく、私が逃げてきた元夫の秋信を連れて。おい、久しぶりじゃねえか。どこ行ってたんだよ。俺はずっと探してたんだぞ。それなのにこんな汚くて男しかいないところにいるなんてな。お前も結構遊び人だったってことか。約1ヶ月ぶりの秋信の姿を見て体が固まる。それを見ていた沢田が私と秋信の間に入ってくれたのだが、それでも秋信は沢田なんて見向きもせずに私のことを睨み続けていた。お前さ、
まともな嫁もできないくせに、よくも俺の後輩にひどいことしてくれたな。このヒーロー気取りの男がやったって言ってるけど、結局後ろで手を引いてるのはお前なんだろう。秋信が顎で沢田のことを指す。お前さ、どういうつもりな。勝手に離婚届置いて姿消してさ、結構心配したし探したんだけど。秋信が私に手を伸ばしながら掴みかかろうとしてくる。その手を沢田が振り払ってかばってくれた。葵さんが逃げ出すってことは、あんたがそれだけまともな人間じゃなかったってことだろ。それなのに偉そうなこと言って葵さんのこと責めてんじゃねえよ。冷静な沢田の言葉に秋信がちっと舌打ちをする。どうしてあなたがここにいるの？カズのことを後輩って呼んだってことは、あなたもこっち側の人間。私が秋信と結婚したのは、私とは違う世界の人間だったから。しかしカズと付き合いがあったということは、結局秋信もこっち側の人間だったということだ。まあ、あれだけひどいことをできるってのはこっち側の人間ってことか。そんなことを考えていると、秋信が私を指さす。ああ、何、もしかして俺のことを責めようとしてる？あのさ、自分だってヤクザの組長だって隠して俺と結婚したじゃん。ってことは俺だけが悪いってわけじゃないと思うんだけど。その、別に責めたいとかそういうわけじゃなくて、ただヤクザと知り合いだったんだなって思って。やっぱり秋信を前にすると言葉がうまく出てこない。それを見ていた秋信がにやりと笑って口を開いた。ヤクザの組長だったなんて絶対隠してちゃいけないことだよな。詐欺だ詐欺、慰謝料払えよ。いいねでな。慰謝料なんて払えるわけない。働こうと思ったら拒否されて、まともに生活費だってもらえずにいたんだから。そう思いつつ、何も言い返すことができない。本当に自分が情けない。何が花山組の初代組長だと自分の存在を疑いたくなる。こんな状態で私は何を偉そうなことを言ってたんだろう。やっぱり秋信の隣で言うことだけ聞いてればいいのかな。この7年間で刷り込まれた秋信の言葉がどんどん脳裏に浮かんできた。そんな私のことを沢田が心配そうな目で見つめている。そしてそれを好奇と思ったのか、カズが高笑いしながら沢田に突っ込んできた。てめえが守ろうと思ったものはこれで全部なくなったんだよ。俺がこの組をもらってやる。だからてめえらはさっさとここから消えろ。もう二度と現れるな。突然のことで受け身を取れなかった沢田が床に転がる。沢田！沢田を振り返って声をかけようとした瞬間に、秋信が私の髪の毛を掴んで自分の方へ近寄せた。やめてください。調子乗ってんじゃねえぞ。てめえの腐った根性は俺が叩き直してやるよ。一緒に帰ろうか。まあお前にとっては地獄かもな。恐怖で体が震える。ああもうダメだ。やっぱり逃げようと思った私が悪かった。絶対に逃げられるわけなかったのに、希望を持った私が愚かだった。諦めの気持ちが全身を支配していく。もうこのまま秋信に身を任せようかと思った瞬間、ふっと引っ張られていた髪の毛が秋信の手から離れた。どうしてと思いながら顔を上げると、さっきまで倒れていた沢田が秋信に向かってタックルをしていたのだ。沢田、どうして？おいガキ、何のつもりだ？この手を離せよ。秋信に怒鳴られても沢田が手を離すことはない。それどころか体を押し付けていて、秋信も起き上がれないようだ。
沢田、もういいからその人から離れて。何されるかわからないし、あんたまで傷つく必要ないでしょ。私が声を上げると、苦しそうにしながらも、秋信が笑い声を上げる。ほら、あいつもやめとけって言ってんじゃん。あいつは7年間俺と一緒にいたんだ。俺がどういう人間かくらいわかってるだろうよ。そいつが話せって言ってんだから、さっさと話しやがれってんだ。しかしそれでも、沢田が手を離すことはない。それどころか、秋信を抑えながら、私の方を振り返った。葵さん、もう我慢する必要なんてないじゃないですか。せっかく勇気を振り絞って逃げ出してきたんでしょう。だったら戻る必要なんてないじゃないですか。てめえに俺ら夫婦の何がわかるってんだよ。おい葵、お前も言ってやる。てめえの言うことよりも俺の言うことを聞くから、手を出すなってよ。秋信がバタバタと手足を振り回しながら抵抗するが、沢田はピクリとも動かない。とてつもない力で押さえつけていることが分かった。もうやめましょう、葵さん。自分から逃げないでください。あなたはそんなに弱い人じゃない。今押さえつけられているだけだ。自分を傷つける人が嫌いで、自分の居場所を見つけるためにこの組を作った。こんな奴の言うことなんか聞かなくても、自分で立てる人だったじゃないですか。沢田の言葉に心が揺れる。そうだ。私はずっと親に人生を決められるのが嫌だった。そんな最低な人生が嫌で逃げ出したのに、また私は最低な奴に操られてた。沢田の言葉に昔の自分の気持ちを思い出す。それと同時に硬直していた体が少しほぐれた気がした。うるせんだよ、そうだ。てめえには関係ねえだろうが。てめえは黙って俺にこの組を譲ればいいんだよ。カズが秋信を押さえつけている。沢田に向かって駆け出していく。やれ、カズ。秋信も声を上げるが、次の瞬間、カズがつまずいて床に顔面を打ちつけた。葵さん。沢田の嬉しそうな声が聞こえてくる。カズが転んだのは、私が足を引っ掛けたからだった。葵、てめえ俺の後輩に何しやがんだ。秋信がいつもの怒鳴り声で私を呼ぶが、もう指先は冷たくならない。何しやがんだってのは、こっちのセリフだよ。いつまでも私がおとなしくしてると思ったか。冗談じゃない。私は私、花は葵は、もうあんたなんかに騙されたりしない。駆け出していき、秋信の顔面に拳を思いっきりぶつける。秋信がぐえっと情けない声を上げてうめいた。てめえ、こんなことしてただで済むと思ってんのか。秋信が痛そうな顔をしながら凄んでくるが、もう私に効果はない。どうなるっていうの？私はこの花山組の初代組長だ。これ以上、あんたに振り回されることはないんだよ。もう一度拳を振り上げると、さっきの痛みを思い出したのか、無理やり沢田の拘束から抜けた秋信は、そのまま事務所の外に向かって駆け出していた。ちょっと、秋信さん。一人取り残されてしまったカズ。そのカズの腕を、沢田がぐっと掴んでいた。終わりだな、カズ。とうとう諦めたのか、カズの全身から力が抜ける。その後カズは、沢田や組員によって、正式に破門され、処分されることに。あれ以降カズが、事務所を訪ねてくることは、亡くなったのだった。葵さん、本当にあの秋信って男は探さなくていいんですか？沢田が私にそう声をかけてくる。いいんだよ。ああいうタイプの男はあれだけやればやり返してこようとも思わないはず。それに
もしまた私に近づこうとしたら、あんたが守ってくれるんだろう。にっこりと微笑みながら、沢田の方を向く。沢田は、当然というようにうなずいて、親指を突き立てた。もちろんですよ。葵さんを傷つける奴は、俺が全員ぶっ飛ばしますから。本当に、頼りになる男になったな。私はそれから、花山組の相談役として、2階の部屋を使うことになった。そのおかげで、ほとんどの時間を沢田と過ごしている。長年一緒にいただけあって、居心地がいい。思い込みかもしれないけど、沢田って私のこと好きだよね。やたらと私のことを気にかけてくれる沢田は、きっと私をそういう目で見ているのだろう。しかし、克服したとはいえ、まだ誰かと一緒になるということは考えられない。沢田には申し訳ないが、もう少しだけ気づかないふりを続けようと思っている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。